やっぱり無能は無能だな。言い訳は無用。そんなんだからその年になっても万年主任なんですよ。出世街道から落ちるとこんな末路が待ってるなんて笑えますね。みんなもよーく見ておけ。俺が出世街道から落ちぶれた人間だ。みんなもこうなりたくなかったら必死に出世するんだな。エリート街道から転落し、無能社員としてくすぶっていた俺は、身に覚えのないミスにより過疎地の倉庫へ左遷された。しかし、そこで俺はあることを決意。そして、しばらくして、俺を無能呼ばわりした上司から連絡が来た。お前は一体何者なんだよ。彼は俺が自ら無能を演じていたことを知らなかったようだった。俺は摂津大輔。地方の高校を出て上京。国立大学卒業後は都内にある大手の商社に入社した。学生時代に海外に留学した経験もあり、語学には少し自信があった俺は、入社早々その語学力を上司に認めてもらい、海外の顧客とのやり取りを多く任せてもらっていた。ありがたいことに業績も上がり、その業績を評価してもらったことで、同期の中で一番早く主任へ昇格することができた。出身大学も誇れるレベルだったこともあり、周りからはいわゆるエリート街道を突き進んでいると言われていた。しかし、そんな絵に描いたような人生、当たり前だが誰もが祝してくれるわけではなかった。もともと皆で協力し合うという空気ではなく、社員同士の業績や出世での競争が熾烈な社風の会社で、誰か一人だけ突出して出世すると目の敵にされてしまうような環境。それが原因で退職する社員も昔から多かったようで、漏れなく俺も目をつけられてしまったのだった。その相手は俺と同期で同じ部署の川内をはじめとする数人。俺が同期の中で一人だけ出世したのが気に食わなかったのだと思う。彼らは皆で俺をはめようと画策し、毎日のように嫌がらせのようなことをされた。他部署からの引き継ぎや全員への周知事項を俺にだけ教えてもらえなかったり、事前に予約してあった社用車を無断で使われてしまったり、一つ一つは小さなことで川内たちは器用に言い訳をして難を逃れていた。主任に昇格した当初は俺も順調な滑り出しで自信に満ち溢れていたものの、その後も小さいけれど必要な嫌がらせを受けて、次第に精神的にも追い詰められていった。取引先からの電話を取り継いでもらえず、仕事を横取りされてしまったことがあった。多分それが決定打になったと思う。俺がいけないのだろうか。俺があいつらに何をしたというのだろう。仕事を頑張って見返してやりたかった。だけど本来俺がやるはずだった仕事で成功を収めて俺を見下す川内を見たとき、ついに俺の心は音もなく折れてしまったのだ。この会社で主任以上に昇進するには社内試験に合格することが必須条件だった。せつ、お前ならすぐにでも昇格できるだろう。受けてみろ。そう課長や部長に勧められるがまま、最初は対策をしていたけれど、精神的に追い詰められてしまってからは全くやる気を出すことができない。むしろこれで合格してしまったらもっとひどい嫌がらせが待っているんじゃないか。今度は仕事の横取りだけでなく、取り返しのつかないことになってしまうんじゃないか。そう考えると怖くなってしまい、俺は試験の対策をすることができなくなってしまった。試験を受けることにすら乗り気ではなくなってしまったのだ。せっつ、どうしたんだ。お前なら
こんな試験軽々とパスできると思っていたんだが。すいません、僕にはまだ早かったようです。摂津、何かあったのか？悩みがあるなら聞くぞ。いえ、大丈夫です。ただの実力不足でした。せっかく推薦していただいたのに申し訳ございませんでした。最初に受けた試験は不合格。課長には心配されたけれど、俺は何も答えなかった。その後も何度も試験を受けるよう打診され、断ってもいつの間にか名簿には名前が載っていた。だけどやはりやる気にはなれず、俺はわざと何回も落ちることを選んだ。あいつまた落ちたらしいな。あの試験ってそんなに難しいのか？いや、摂津レベルなら軽々受かるはずなのに、おかしいって課長がぼやいてたから、そこまでじゃないはずだけど。どっちにしろおじけづいたんだろ。あんなやつもうただの落ちこぼれだよ。もしかしたら今までの業績も本人の実力じゃなかったりして。うわ、それが本当だったら最悪じゃん。あることないこと噂されていたのは分かっていた。だけど反論する気さえ起きなかった。それくらいもうどうでもよくなってしまっていたんだ。摂津、課長、もう僕のことは気にしないでください。そうして気がつけば、俺は誰もが認めるエリート街道を歩んでいたはずが、人知れずその道から自ら脱落していったのだった。エリート街道から外れた後、俺は川内たちに嫌がらせされることはなくなっていた。当たり前だ。もう妬まれる言われがなかったからだ。しかし俺はそれまでの日々がトラウマになってしまい、病んでしまった精神面も戻らずに、そのまま無能社員として社内に留まっていた。摂津主任、最近やばくない？なんか昇格試験も受けるのやめちゃったんでしょ？出世諦めたって噂だよね。そんな噂ももう聞き慣れてしまった。俺が落ちぶれた後に頭角を現してトントン拍子に出世していった川内たち、同期の姿を見つめては、同期とは一体何なのだろう。彼らにとって俺という存在は邪魔者でしかなかったのか。今までの日々は一体何だったんだろうとぼんやり考える。本来であれば苦楽を共にする仲間のようなものじゃないのだろうか。社内で誰よりも信頼でき、頼られる、そんな存在じゃないのだろうか。少なくとも俺はあの頃彼らに対してそう思っていた。お互いに大切な存在だと思っていたんだ。だけど裏切られてしまった今、俺はもう誰かを信じることが怖くなってしまい、できる限り目立ちたくないと思い、ひっそりと生きていくことを選んだ。商社マンとしてくすぶっているのは分かっていた。この道を選んだ結果、何が待っているかも分かっていた。だけど、あんな思いをするのはもうごめんだ。あんなに辛い思いをするくらいなら、俺はこれから先、落ちぶれたと言われ続けても構わない。だから、これでいいんだ。仕事で大きな企画を立てることもなく、やる気を見せることもなく、既存の仕事だけを地道にこなす日々。いてもいなくても変わらない。だけど気がつけばそこにいる。そんな存在になりたい。そう思いながら働いているうちに月日が過ぎ、俺はいつの間にか50歳を迎えていた。主任のまま一度も昇格することもなかった俺は、喜びもなければ悲しむこともほとんどない。変わり映えのしない毎日を過ごしてきたものの、傷つくよりもよっぽどこの生活の方が居心地が良かった。幸いにも同僚たちには、出世はしないけど仕事は丁寧な人。どうしてこんなところでくすぶっているのかはわからないけど、仕事は
それなりにできる人と認識されているらしく、変に抱きつけたりも足を引っ張るようなこともしないからか信頼してくれているのが分かった。このまま定年まであと10年、俺は変わらずひっそりと生きていこう、そう思っていた矢先のことだった。赤沢だ、これからよろしく頼む。主任をしております摂津と申します。よろしくお願いします。あんたか、万年主任の無能社員というのは。ああ、あんたの同期だっていう川内部長から聞きましたよ。昔は運よく出世街道に乗ったこともあったけど、気がつけば落ちぶれていったどうしようもないやつだって。はあ、そうでしたか。ちっ、変な野郎だな。転職してきた年下上司の赤沢課長。彼は俺の評判をなぜか川内に聞いたらしく、ニヤニヤしながらそう吐き捨てていった。主任、気にしなくていいですよ。俺たちはそんな風に思ってませんから。そうですよ。主任がすごく仕事ができる人だってこと、うちの部署は全員知っていますからね。ありがとうみんな。私は大丈夫だから、仕事に戻ろう。出世の見込みがないからなのか、この競争社会の中でも俺には皆優しかった。まあ、哀れんでいるのは分かっていたけれど、フォローしてくれる部下たちにお礼を言い、俺は仕事に戻った。しかし、休憩中にトイレに行こうとすると、誰かが俺の話をしているのが聞こえてきた。赤沢課長、どうですか？新しいチームは。みんな、いい人材が揃ってるでしょ？ああ、まあ、そこそこかな。でも、あの摂津っていう主任、あのおっさんはちょっとな。隣の部署の社員と赤沢課長だった。俺は思わず足を止めて二人の会話を聞いてしまう。え、摂津主任ですか？評判はいいですけど何かありました？それが良くも悪くも驚くほどに何にもないんだよ。なんていうか、ただ与えられた仕事をこなしてるだけっていうのかな。怖いくらいに欲がないんだよ。まあ、あの年で未だに主任っていう時点でやばいとは思ってたけど。そうですかね。摂津主任、確かに出世はしないけど仕事は早いしとても丁寧だって聞いてますけど。まさか、そんなのみんな当たり前にやってることだろ。特別すごくもなんでもない。毎日同じことしかしていないんだから当然だろう。でもそれだけなんだよな。それ以上のことが一つもないんだよ。何度言っても企画書も全然出してこないし、会議をしてもこっちから聞かない限りまともな発言もしない。当たり前に残業もしないし、定時になったらすぐ帰る。新しいプロジェクトが決まってもそのメンバーに立候補するどころか、どんどん若手の社員に任せる。やる気あんのか？仕事をバカにしてんのかって感じだよ。そうなんですか？ああ、あのおっさんはダメ。本当にダメ。さすが万年主任だよ。正直、使えねえ。やる気か。そんなもの、とうの昔に捨ててしまったな。出世をしても、あれこれ言われ、出世をしなくてもこうして見下されてしまう。覚悟して自分で選んだ道なのに、少し傷ついてしまう自分がいた。俺の人生って一体何だったんだろう。うっすらと笑みを浮かべながら、俺は別のフロアのトイレに向かうことにした。赤沢課長はそのまま会議だったらしく、デスクに戻ってきたのは1時間後だった。摂津主任。はい。この企画書をもとに進めていくことになりました。他の社員に目を通させてください。わかりました。ああ、主任はどうせこのプロジェクトにも参加しないでしょうから、読む必要ないですからね。あからさまな嫌味に驚いたものの、赤沢課長は嫌そうな顔をしながら、俺に企画書のコピーを押し付ける。それを受け取りながら、課長のデスクを離れようとすると、
年下に使われてやりづらいこともあるでしょうけど、まあ仲良くやりましょうよ。頼りにしてますよ、ゼッツ主任。と意地悪く口角を上げていた。そんなある日のことだった。はい、地球確認して折り返しさせていただきます。どうした？それが、摂津主任が担当している案件なのですが、ご発注で今、相手方の企業で大変なことになっているそうです。なんだって？部下が取った電話。それは、俺が担当している取引先からのものだった。俺に代わる間もなく、電話口で怒鳴り散らされていたらしく、部下の女性の手は震えていた。すぐに確認するから、君は休んでてくれ。でも、大丈夫だから、まず落ち着いて。ありがとうございます。部下に落ち着いてと言ったものの、一番焦っていたのは俺だった。そんなはずないのに。その取引先は、俺が昔からずっと担当している相手だった。今まで何十年もやり取りしていて、こんなミスは起こしたことがない。もちろん、一度もミスを犯さない人間などいないだろう。しかし、俺はこの案件は何度も確認した覚えがある。ご発注？そんなはずはないのだ。しかし、確認してみると、発注データの中の一つが、型番の打ち間違いにより、全く違う商品が大量に納品されてしまっていた。確かに、型番間違いは一番多いミスだ。だからこそ、俺は何度も確認したはず。それなのに、どうして？困惑しているうちに、どこかに行っていた赤澤課長が、騒ぎを聞いたらしく、慌てて俺の方へ戻ってきた。摂津主任、これは一体どういうことですか？それが、型番の入力ミスによるご発注のようで。この案件を担当しているのは、摂津主任でしょ？どう責任を取るおつもりですか？待ってください。私は発注前に何度も確認しております。じゃあ、なぜこんなミスが起こるんだ？それは、俺がちゃんと確認したという証拠もない。確認したって言いながら、本当は適当な仕事をしてたんだろう？やっぱり無能は無能だな。課長。処分は追って連絡する。とにかくお前は今すぐ取引先へ謝罪に行ってこの件を解決してこい。話はその後からだ。赤澤課長はそう叫ぶとすぐに部署を出て行ってしまった。摂津主任、主任、これってどうなっちゃうんですか？心配してくれる部下の声に返事もできなかった。その後、俺は取引先に謝罪に出向き、長年の信頼関係もあり、今回限りということで許しを得ることができた。もちろん、今後は相手方に有利になるような取引に変わってしまうことになるのだけれど。どうしてこうなってしまったのかはわからない。だけど、赤澤課長はろくに調べようともせずに、俺に全ての責任を押し付けた。どう見ても、これは、摂津主任がご発注したとしか言いようがありません。しかし、言い訳は無用。そんなんだからその年になっても万年主任なんだよ。出世街道から落ちるとこんな末路が待ってるなんて笑えますね。皆もよーく見ておけ。これが出世街道から落ちぶれた人間だ。みんなもこうなりたくなかったら必死に出世するんだな。赤澤課長は腹いせのように俺をみんなの前で断罪して笑い者にした。笑っているのは赤澤課長だけだった。部下は皆目を背けていた。悔しいとか悲しいとか、そんな気持ちはもうなかった。ただただ虚しかった。辞令が出たのは3日後のことだった。摂津主任、異動だって。異動って言えば聞こえはいいけど、結局のところは左遷だろ。俺、聞いたこともない場所だったけど。私もです。だいぶ田舎にある集落らしいですね。
問題を起こした人の吐き溜め場みたいになってるって噂聞いたことあります。うわぁ、やばすぎ。俺も気をつけよう。やめなよ、聞こえるって。やば。俺を見てひそひそと噂する部下たちに俺は頭を下げる。迷惑をかけてすまなかったね。今までお世話になりました。ありがとう。摂津主任、向こうでも頑張ってください。ありがとう。私にこんなことを言われても皆にはバカにされてしまいそうだけど、応援してるよ。君たちには頑張ってほしい。俺はそう挨拶をし部署を去る。移動先は他県の田舎、いわゆる過疎地の集落にある倉庫だった。部下の言う通り、これは体のいい左遷だった。俺も噂程度でしか聞いたことのない倉庫。しかし、すでに50歳を超えていた俺には、そこに行くしか選択の余地はなかった。左遷先の倉庫は建物も古く、決して環境がいいとは言えないところだった。立地も車が必須で、バス停はあるものの、錆びれていて、どうやら1日2本しか止まらないらしい。車を持っていなかったため、車用車を貸してもらえることになり、それで通勤することになった。おはようございます。本日からお世話になります、摂津大介と申します。初出勤の日、俺は恐る恐る倉庫の隣にある事務所の扉を開けると、そこには15人ほどの社員がいた。しかし、なんだか空気がよどんでいて、みんな顔に覇気がない。おお、君が摂津主任ですか。こんな吐きだめに。あなたもさぞ大変な思いをしたのでしょう。そう疲れた顔で言った男は、どうやらここの課長らしい。とはいえ、役職は名ばかりで、彼も本社で出世競争に疲れてしまい、やる気を失っているうちに左遷されたらしい。どうやら周りの社員も似たようなものらしく、ここの社員は皆自分に自信がなく、本社で苦労してきた人たちのようだった。仕事自体はやりやすかった。今まではデスクワークが主だったものの、教えてもらいながら倉庫の機械の名前を覚えるところから始まる。そのうち機械の点検や部品の製造もやることになるようだ。働き始めてしばらくすると、この倉庫のスタッフは自信がないだけで、足の引っ張り合いや嫌がらせをするようなタイプの人たちではないことが分かった。当たり前だが、皆やられてきた側の人間。お互いの気持ちも分かり、相手を思いやる姿や協力し合う姿がなんだか新鮮に見えた。そんな環境だからか、俺の精神面も少しずつ落ち着きを見せ始めてきた。やる気なんて全くなかったのに、こんな俺を受け入れてくれたここの社員たちのために、俺も力になりたい、そう思うようになっていた。今まではエリート街道から外れるために無能を演じていた。だけどここでなら俺も頑張れるかもしれない。人間関係は問題なさそうだったものの、倉庫部門では問題点をいろいろと抱えていた。書き出していくと、メモがびっしり黒くなってしまったものの、その中でも在庫管理のフローができていないことが一番の問題だった。まずはスタッフに自信をつけるところから始めよう。久しぶりに上がるモチベーション。俺はまず課長のもとへ行き、この倉庫の問題を解決したい。そのために社員のモチベーションを上げたいと宣言。課長は勝手にやってくれというスタンスだったため、ありがたく動き始めることにした。どうすれば皆が自信を取り戻せるだろう。そう考えて、まずはとにかく褒めることが大事なのではと思い当たった。皆本社で馬鹿にされ、蔑まれ、辛い思いをしてきた人たちだ。誰だっていくつになっても褒めてもらうのは嬉しいはず。
俺はまず在庫管理のフローを改め、それを社員に振り分けた。こんな感じでそんなに難しくないから、まずはやってみてくれないか？はい、わかりました。恐る恐るといった感じではあったものの、社員は皆真面目だから、教えればその通りに動いてくれた。そしてその度に大げさかと思うくらい褒める。仕事を見せ、実際にさせてみて、そして褒める。その繰り返しをまずはすることで、社員たちの気持ちを明るくさせようと奮闘した。その結果、社員たちは新しい仕事を率先して覚えようとし始め、その結果、仕事の効率も上がり、モチベーションも上がり、そして自信がつき始めていた。気がつけば、フローを整えるどころか、自分たちで管理が簡単かつ正確にできるソフトまで開発してしまい、みんなで使えるようにどんどん改良を重ねていっていた。理由はよくわからないが、噂によると俺はいつしか社員たちから神なんて呼ばれているらしい。恐れ多いものだ。時を同じくして、本社でバカにされていたはずの倉庫部門の業務レベルが突然上がったことで、何があったんだと大騒ぎになっていた。本来俺がいるこの倉庫部門には左遷された人が行くというのが暗黙の了解。辞めるに辞められない人たちの吐き溜め場だったはずで、ただ与えられた仕事をこなすのみだったはずなのだ。それが急に今までとは見違えるほどに稼働し始めたのだ。みな驚くのは当たり前だった。不思議に思った社長が、どうしてこんなに業務レベルが上がっているのか確認してきてくれ、万が一何かデータの改ざんがあっては困るからね、と専務直々に指示を出したらしい。その結果、朝早くから専務がやってきた。これは、専務は過去にも数回この倉庫を訪れたことがあるらしい。それは業務視察との名目で、要するに皆がサボっていないかの確認だったのだろう。覇気のない社員の顔を見ては頭を抱えながらすぐに帰るのが恒例だったようだが、今回は違う。専務、お疲れ様です。遠いところまで来てくださってありがとうございます。よかったら新しいソフトを見ていってください。今までとは違う明るい声。暗くよどんでいるように見えた倉庫の中ですら、なんだか明るく生まれ変わっているかのように見えたようだ。君、ちょっといいかな。はい、何でしょう。最近この倉庫部門の業績がとても良く、社長が理由はあるのかと気にしているんだ。なぜ急にこんなにも変わったのか教えてくれないか。呼び止められた社員は専務に笑顔を向けた。そりゃうちには神が来てくれましたから。え？専務はその言葉に意味がわからないと思いつつも、他の社員も何人か呼び止める。その度に同じことを聞くものの、皆揃って神が来てくれたからですと答えられて、今までとは別の意味で頭が痛くなりそうだった。待ってくれ、その神とやらは一体何なんだ？わかるように説明してくれ。専務の懇願に数人の社員は顔を見合わせて笑った。摂津さんのことです。摂津さんが来てから、ここの社員は皆生まれ変わったように楽しく働いていますよ。摂津、最近本社から異動になった摂津主任か？そうです。摂津さんが僕たちの自信を取り戻してくれて、やる気を引き出してくれたんです。今まで僕たちは叱責されることはあっても褒められることなんて全くありませんでした。言われた仕事をこなしてただけですから、当たり前のことなんですけどね。でも摂津さんはそんな当たり前のことでも褒めてお礼を言ってくれました。それが嬉しかった。感謝されることの嬉しさや仕事の楽しさを摂津さんは思い出させてくれたんです。詳しく話を聞いたらしい専務は、少し
摂津主任と話せないだろうか、と俺を呼び出した。専務、お久しぶりです。久しぶりだな。その、元気だったか？はい、おかげさまで。本社にいた頃よりも楽しく、自分らしく仕事ができている気がします。私には、こちらの方が、どうやら合っていたようです。そうか。君が、他の社員たちのやる気を引き出してくれたそうだね。本当にありがとう。いえ、結果的に運よくうまくいっただけで、確信はありませんでした。それに、吐き溜め場なんて呼ばれてるの、悔しいですから。そうだよな。すまなかった。他のみんなにも謝ってこようと思う。ありがとう。いえ、私は何も。専務は専務で、この部署の皆のモチベーションを上げるにはどうしたらいいのか悩んでいたようだ。専務は皆に謝罪をして、本社に戻っていった。それから数日後、本社では赤澤課長が専務から呼び出されていた。どうやら俺を左遷させた理由を改めて聞いていたようだ。専務は赤澤課長から聞いていた発注ミスの件と、実際に見た俺の姿や社員からの言葉たちのギャップに疑問を感じたらしい。本当にあの発注ミスは俺のせいだったのかを改めて調べ直してくれたようなのだ。そこで発覚したのは想像もしていないことだった。IT 部門に指示して、俺が使っていた PC の操作履歴を調べさせたところ、俺が正しく入力した後に、赤澤課長のアカウントでログインされており、その時に間違った情報に書き換えていたことが発覚したのだ。赤澤課長は部署内でその事実を暴露され、皆の前で文字通り崩れ落ちてしまった。後から専務に聞いた話によると、赤澤課長は、俺が年上の部下ということで扱いが面倒だったこと、実は有名国立大卒ということが疎ましく蹴り落とそうと思ってしまったこと、大した企画も練らず、何も企画書を出してこないから学歴の割に能力がないと思い、どうにか追い出したかったことを真っ青になりながら話していたようだ。そうでしたか。俺もあの時ちゃんと調べればよかった。今更こんなことを言われても遅いと思うが、本当に申し訳なかった。いえ、専務のせいではありません。謝らないでください。それに私は結果的にここに来られてよかったと思っています。私もここに来て自分が少しでも会社の役に立てるんだと自分に自信がつきました。ありがとうございました。君は本当に今そこにいるのがもったいないくらいうちの会社に必要な人材だよ。そんな大げさですよ。大げさなんかじゃないさ。本心からそう思っている。ありがとうございます。もったいないくらいのありがたい言葉に感激しながらも、俺は電話を切った。またここから地道に頑張っていこう。そう思っていた矢先。え、本社に移動？俺に移動事例が出た。それは赤澤課長からの電話で知った。しかもそれは同時に役員に昇格することも明記されていた。お前は一体何者なんだよ。事例を告げる声がガクガクと震えているのが電話越しでも分かった。それくらい赤澤課長は俺を恐れているらしい。あんた、ただのやる気ゼロの社員じゃなかったのかよ。ただの無能な50歳じゃなかったのかよ。そう繰り返す赤澤課長に、俺はゆっくりと微笑んだ。間違ってませんよ。私はただの50歳です。同期や周りの同僚に足を引っ張られたことにより、精神的に疲れてしまい、長いこと地味な仕事ばかりしてきた。しかし、ここでの仕事は久しぶりに楽しかった。自分の力が認められた気がして嬉しかった。そうだ、
仕事って楽しいんだ。そう思い出させてくれた。ここまで長い時間がかかってしまったけれど、まだ間に合うだろうか。ここでうまくいったように、本社でなんか自分の力を出せるかどうかなんてわからない。だけど、俺を直々に本社に呼び戻してくれた専務の期待に応えたいと思う。俺はそう決意して本社に戻った。本社に戻ってすぐ役員会に出席するように専務に言われた。今回のことを改めて他の役員の方たちから謝られ、俺は恐縮するばかり。早速だが言いたいことはないかと聞かれ、俺は社員同士が争い合うことはもちろん大切だと思います。しかし、それが原因で蹴落とし合うようなことになっては本末転倒です。無駄に足を引っ張り合うより、みんなで切磋琢磨しながら協力し合えば、我が社はもっとより良い仕事ができるのではないでしょうか。私は今回のことで今までのやり方を見直し、我が社の仕組みを変えていきたいと思っています。と、恐れ多くも意見を出した。断られるのは覚悟の上だったものの、思いのほかすぐにその意見は承認された。今までは会社を成長させるため、それしか考えておらず、君のような社員にひどく辛い思いをさせてしまった。今後は皆が安心して働けるように、摂津くんが中心となって我が社をよりよく変えていってくれ。社長の言葉に俺は大きくうなずいたのだった。俺は早速役員として様々な施策を提示して実行した。それまでの競争社会から一転、少しずつではあるが、まずはあの倉庫部門と同じやらせて褒める、その繰り返しをすることによって社員の自信向上につなげた。今までギスギスしていた人間関係が少しずつ良くなっていくのを肌で感じ、嬉しく思いながらもまだまだこれからだと意気込む。これまで個人プレイだった仕事がチームプレイに変わり始めたことにより、最初は社員たちからも様々な声が上がったけれど、結果的にやはりこちらの方がモチベーションの向上につながり、業績も右肩上がりに上昇し始めている。離職率も問題視されていたものの、最近では退職する人の数も減ってきた。皆が笑顔で仕事ができていることがたまらなく嬉しくて、摂津さんのおかげですと言ってもらえることが幸せだと感じた。俺は自分の自信をなくし、とても辛い期間が長かった。だけど、あの日々があったからこそ、今この会社を変えたいと思うことができた。あのまま無理してエリート街道を進んでいたら、おそらくどこかで体を壊し会社を辞めていたことだろう。自分を守るために必死だったけれど、あの日々は間違っていなかった。俺はそう思う。そしてあんな思いをするのは俺だけで十分だとも思う。これから入ってくる若い社員たちにはそんな思いはさせたくない。仕事を楽しんでほしい。生き生きと働いてほしい。目標を持ち、笑顔でみんなで頑張ってほしい。綺麗事と笑われようが、それが俺の今の目標であり、生きがいだ。定年まであともう少し。俺は今後も、皆が働きやすい会社の環境づくりに邁進していこうと、強く決意するのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。おい小僧、そんな挨拶よりもまずは目上の人に酒注いで回れよ。なんだ？そうか、まずは俺に注ぎたいってか？でも順番があるだろう。早く注ぎに行けよ。
近くの居酒屋で行われた俺の歓迎会の席。わけあって転職した俺に、同じく中途入社の課長がニヤニヤしながら言った。彼はまだ知らないようだった。俺が誰で、どうしてこの会社に転職してきたのかを。そして、彼の今後の人生が狂っていってしまうことを。俺は伏見隆二、28歳の社会人だ。俺は幼い頃に母親を亡くし、物心ついた時から父親に育てられて暮らしてきた。母親との思い出はわずかしかないけれど、俺にとってはどれも大切な記憶で、母親の顔ももう思い出せないけれど、今でも母親のことは大好きだと胸を張って言える。父親は俺を男で一つで育ててくれた。仕事をしながら幼い子供を育てるのは容易ではなかっただろう。今思うとどれだけ大変だったのだろうと思うけれど、あの頃の俺は俺で大変だった。父親の仕事の関係で転勤が多く、その度に学校が変わるため、友達ができても仲良くなった頃にはすぐにお別れ。手紙を書くから、連絡するから、そんな口約束をしても、結局半年くらいすれば、お互いの暮らしが大切になり、返事も途絶えてしまう。寂しくないと言えば嘘になる。だけど、次第にその寂しさが当たり前になっていた。そんな子供時代だったけれど、他に頼れる親戚がいるわけでもない。帰りは遅いけれど、必ず俺が寝る前までには帰ってきてくれる父親のことが大好きだった俺は、父親のそばにいたい一心で、その寂しさに耐えるしかなかったのだ。学校はどうだ？夜寝る前のほんのわずかな時間、父親と一日の話をするのが好きだった。うん、たまに意地悪なやつもいるけど、優しい子もたくさんいて楽しいよ。今日は一緒に鬼ごっこしたんだ。そうか、楽しかったか？うん、2回くらい捕まって鬼になったよ。みんなすっごい足早いんだ。俺、前まで足早い方だと思ってたけど、全然だったみたい。みんな早すぎてびっくりする。そうか。楽しそうで何よりだよ。勉強はどうだ？わからないところは父さんが教えてやろう。大丈夫だよ。わかんなくなったら先生か友達に聞くから。父さんは忙しいんだから仕事に集中してよ。そうか。でも父さんだって勉強はできるんだぞ。休みの日でも宿題一緒にやろう。休みの日くらいゆっくり休んでいいんだよ。お前は子供なんだからそんなこと気にしなくていいんだよ。まあ勉強じゃなくてもいい。父さんに聞きたいことがあったらいつでも言ってくれていいからな。悩みも何でも言えよ。何？急にどうしたの？父さんは確かに忙しくてお前に寂しい思いばかりさせてるけど、でも龍二のことが何よりも大切だ。だから父さんが忙しいからって何も遠慮する必要はないからな。父さんはいつだって龍二の一番の味方でありたいんだ。うん、ありがとう。平日も休日も変わらず忙しく働いている父親には心配をかけたくなくて必死で平静を装った。本当は仕事なんか辞めて一緒にいてほしいと叫びたかった。本当は寂しくてたまらないんだということを聞いてほしかった。休みの日はたくさん遊んでほしいし、どこか遠くに出かけたい。ドライブでもいい。泊まりでどこかに行ってみたい。一緒に母さんのお墓参りにも行きたいし、
母さんの味をほとんど知らないから、父さんの味を教えてほしい。一日の中で、ほんの少しだけ話をするだけじゃなくて、父さんの一日、全部を俺にちょうだい。そう言えば、叶えてくれただろうか。うなずいてくれただろうか。それは、今となってはわからないけれど、俺はいつもその言葉を言えずに飲み込んでしまっていた。父親は多分、そんな俺の気持ちに気づいていた。だから、毎日のように、悩みがあれば何でも話してくれ、と言っていた。必ず寝る前の時間だけは何があっても欠かさなかった。いつも過保護なくらいに俺を気にかけてくれていた。だから俺も自分を保っていられたんだと思う。引っ越し先ではいつも家政婦さんが家にいた。そのために火事で困ることはなかった。いつも学校から帰ってくると家の中は完璧に片付いていて、掃除も行き届いていて、とても快適な暮らしだった。そして家政婦さんが遊んでくれたり、話を聞いてくれたりして、手作りおやつを食べさせてもらったりもした。休みの日には一緒におもちゃで遊んでくれることもあって、一緒にテレビゲームをやっているうちに俺より上手くなってしまった家政婦さんもいた。夕食はいつも美味しくて、好きなものをリストアップしておいて、定期的にリクエストして何度も作ってもらったりしたのが懐かしい。父親とあれが美味しい、これが美味しいなんて話をしながら、作り置きしてもらった料理を食べ比べするのも楽しかった。掃除を教えてもらったり、簡単な料理を教えてもらったり、引っ越しのたびに家政婦さんも変わっていたけれど、どの人も優しかったと思う。時には家政婦さんのお家に俺が遊びに行くこともあった。歴代の家政婦さんの中にはペットを飼っていたり、田舎の方だと鳥や豚のような家畜を飼っているお家も多く、俺は次第に動物に興味を持つようになった。犬や猫と戯れるのはもちろん、珍しい動物を見せてもらったこともある。取れたての鶏の卵で作ってくれた料理の味は忘れられないし、ポニーを飼っている家では乗せてもらって、敷地内を散歩させてもらったりと、今思うとすごく貴重な体験をさせてもらった。動物の温かさに触れていると、自然と寂しさを忘れられるような気がして、いつしかそれが俺の心の拠り所のようになっていた。そんな俺が高校生になった時、父親の認知が東京になり、やっと生まれた土地に戻ってくることができた。高校の3年間は、これまでいろんな地域で学んだことを生かし、勉強の傍らアルバイトに明け暮れた。自分でお金を稼ぐことの大変さと、父親が今までどれだけ苦労しながら俺を育ててくれたのかを思い知り、素直に尊敬した。今思うと、反抗期らしい反抗期もなかったから、父親も心配しただろう。だけど、父親の背中を見て育った俺には、反抗したいと思えないほどに尊敬の念の方が強かったんだと思う。初めてもらったお給料は、父親へいつも着ているスーツに似合うようなネクタイをプレゼントするために使った。涙を流しながら喜んでくれたのが忘れられなくて、それからも定期的に何かしらをプレゼントするようにしている。そんな俺は、大学は動物に興味があったことから生物学科に進学した。サークルにも入らずに、高校時代からのアルバイトの仕事をそのまま続けつつ、論文を読み漁る日々は楽しくて仕方がなかった。
大学を出た後は、そのまま大学院の修士課程に進学し、動物行動学を専攻。今度は研究に没頭した。大学院での生活は非常に忙しく、アルバイトに行けるような状況ではなくなってしまい、寝る時間や食べる時間を忘れて、ひたすら研究に明け暮れた。必然的に体重も落ちて体調を崩してしまってからは、父親や教授にきつく叱られ、それからは食事と睡眠だけは何があってもしっかりとるようにはしている。その甲斐あってか、教授の論文の手伝いなども率先して行わせてもらい、協力者の欄に名前が載ることもしばしばだった。父親はその度に俺を褒めてくれて、気恥ずかしかったけれど嬉しかった。大学院卒業後は博士課程には進まずに3年間という期限付きでドイツの研究施設で勤務することに。いよいよドイツか。うん、行ってくる。ああ、頑張ってこいよ。辛くなったらいつでも帰ってこい。もうそんな子供じゃないんだから、自分で折り合いつけながらどうにかやっていくよ。そうか。父さんにとってはいつまでもこんな小さい頃のリュウジのままに見えちゃうけど、お前ももう立派な大人だもんな。父親の手は膝くらいまで下がっていて、いつから俺は成長が止まっているのかと笑った。でも無理はするなよ。どんなに忙しくても食事はきちんととること、睡眠をおろそかにしないこと、あとは父さんからの連絡にはちゃんと返事をすること。わかってるよ、心配しなくても大丈夫だって。それでも心配なんだよ。いくら大人になってもお前は父さんにとってはいつまでも大切な我が子なんだから。面と向かってそんな恥ずかしいこと言わないでくれよ。照れるだろ。そうだな。じゃあ、行ってらっしゃい。うん。父さんももう若くないんだから、体に気をつけて。行ってきます。父さんは笑顔で送り出してくれたけど、その笑顔の奥には寂しさも見えていたと思う。それもそのはず、本当は俺は日本にある別の会社に就職しようと思っていたし、父親にもそう伝えていた。だけど教授の知り合いの助手としてどうか働いてほしいと教授から何度も頼み込まれて断れなくなってしまったため、期限付きでのドイツ行きを決めたのだった。そして3年が経ち、研究所での勤務が終わった俺は日本に帰国することになった。そして大学院卒業後すぐに就職したいと思っていた会社に転職した。そこは翻訳会社。久しぶりの日本で不安もあったけれど、新調したスーツを着ると身が引き締まる思いがして頑張ろうという気になった。そして迎えた初出勤の日。今日からお世話になります、伏見隆二と申します。よろしくお願いいたします。朝礼でそう挨拶すると、社員の方々は皆笑顔で拍手で迎えてくれた。雰囲気が良さそうで安心したのもつかの間、拍手してくれる社員の向こうから一人の男性が俺の元へ歩いてきた。へえ、あんたみたいな小僧が入ってくるなんて俺は聞いてなかったけど、もしかして俺と同じ時期に面接受けた口か。え、まあどうでもいいや。中村英介だ。つい最近俺も転職してきた。課長をしている。よろしく。よろしくお願いします。中村課長は俺を上から下まで舐めるように観察した後、
もう一度、俺の顔をまじまじと見てから小さく笑う。中途採用の社員にしては、子供みたいな顔してんな。は？小僧と呼ばれたことも、初対面で俺を見下したようにそんなセリフを吐くことも、意味がわからなくて俺は眉をしかめた。小僧、歳は？小僧ではありません。28歳です。28？ ってことは童顔なわけだ。ガキ臭いからもっと若いかと思ったけど、結構歳いってんのな。はあ。前職は？ドイツの生物学の研究所で3年間働いてました。おお、すごいじゃん。ドイツ語ペラペラってか？その前は？大学院の修士課程で学んでいました。なるほど。じゃあ、一般企業での勤務経験はないんだ。翻訳ももしかして初めて？まあ、ドイツ語が喋れんなら、それなりの需要はあるだろうけど。へえへえ。何でしょう。いや、エリートみたいだから、ここの仕事がちゃんと務まるのかなと思っただけさ。ああ、申し訳ない。もう、始業時間は過ぎてたな。仕事をしよう。ほら、小僧も早く働け。言いたいことだけ言って、自分のデスクに戻っていった中村課長。他の社員皆、不安そうに遠巻きに俺たちを見ていて、なんだか居心地の悪さを感じた。その後も中村課長は、俺をことあるごとに小僧と呼び、ところ構わず、頭でっかちだの、ガリ弁だの、言いたい放題だった。とはいえ、俺は言いたい奴には言わせておけばいいと思っていたから、放っておいてはいたけれど、気分のいいものではなく、だんだんとイライラは募っていった。そして、数日働いていると、嫌でも中村課長のことが分かってきた。どうやら中村課長は年功序列が当然だと思っているタイプのようだった。おい小僧、これコピー。え、僕ですか？ああ、早くしろよ。ご自身ですればいいじゃないですか。ああ？うるさいな。俺は忙しいんだから、いいから早くやれ。自分より年下の人間は適当に扱ってもいいと思っているのか、雑用を当然のように押し付けてきたりする。それは俺だけではなく、他の若手社員にも同様だった。おい、このメールの件、誰か処理しといてくれ。おい、聞こえなかったのか？誰でもいいからやれよ。こっちは仕事が立て込んでて忙しいんだ。毎日、あちこちで怒号が飛び交い、しまいには中村課長に泣かされている女性社員の姿も目撃してしまった。そんな中、週末に俺の歓迎会を開いてもらえることになった。会場は会社近くの居酒屋。広い個室の中では社員たちが皆嬉しそうにお酒や食事を楽しんでいた。どんどんお酒も入り、食事も進む中、自分の歓迎会のため、俺は中村課長のもとへ挨拶に向かう。中村課長、課長がこの歓迎会を計画してくださったと聞きました。ありがとうございます。ああ、今日は存分に楽しむといい。はい、ありがとうございます。おい、小僧。そんな挨拶よりも、まずは目上の人に酒注いで回れよ。ニヤニヤしながら、お酒を煽る中村課長に、俺は頭をかく。言われなくても、元より順番に挨拶に回る予定だった。しかし、中村課長の理論だと、おかしなことになってしまうことに、目の前の彼は、どうやら気がついていないらしい。なんだ？そうか、まずは俺に注ぎたいってか？でも順番があるだろ。早く注ぎに行けよ。じゃあ、あなたも
僕に注いでくれます？そう言って日本酒のおチョコを差し出すと、あ？なんだと？アルコールが入っていることもあり、中村課長はすぐに激高した。てめえ、目上の意味わかってんのか？もちろん、だって課長が言ったんでしょ？目上の人に酒を注ぐようにって。確かに年齢はあなたより若いかもしれませんが、会社の役職では僕の方が上ですよ。あ？お前何言ってんだ？そんなことあるはずねえだろ。酔っ払って頭おかしくなったか？病院でも行った方がいいんじゃねえの？中村課長は自分の頭の横で指をくるくる回す。頭がおかしい呼ばわりする中村課長に呆れて、俺はおチョコを置いてスーツのポケットから名刺入れを取り出す。まさか本当に気づいていなかったとは驚きです。そもそも僕のデスクに書いてあったはずなんですけど、見てなかったんですかね。だからお前は何を言って。改めまして、翻訳事業部部長の伏見と申します。よろしくお願いいたします、中村課長。部長の言葉と課長の言葉を強調しながら名刺を一枚差し出す。それをこいつは何を言ってるんだというような表情で受け取った中村課長は、名刺を見て一瞬でその表情を歪めた。あ？どういうことだよ。どういうことも何も今お伝えした通りですが、名刺をご覧いただければわかるでしょ。その名刺には確かに翻訳事業部部長伏見隆二の文字があった。実は俺はこの会社に部長として転職してきたのだった。28歳という若さでどうして入職後即部長職についているのか、その理由は大きく分けると2つあった。一つは俺の能力や業績を高く評価してくれていたことだった。俺が高校生の頃、アルバイトをしていたのがこの会社だったのだ。翻訳者として3年間学生アルバイトながら、正社員よりも早いスピードで正確な翻訳作業を遂行してきた。その後、大学時代もアルバイトの延長として契約社員にしてもらい、請負で様々な翻訳を手掛けていた。修士課程時代とドイツの研究所時代は本業が忙しくてあまり関われていなかったものの、それでも人手が足りなかったり、仕事の納期が急に縮まってしまったりと、会社のピンチの時には必ず声をかけてくれて、自宅にデータを送ってもらって手伝うこともよくあった。俺は生物学の専門知識もあり、難しい論文の翻訳もこなしていたため、会社としても重宝してもらっていたのだ。二つ目はこの会社に対するカンフル剤としての役割だった。ここ数年、社員の間によどんだ空気が広がっているというのは聞いていた。社員数もそこまで多くなく、新入社員が毎年入ってくるようなわけでもなかったことから、ずっと勤めていれば大きな実績があろうとなかろうと、いずれ係長、課長と出世していき、おのずと給料も上がっていくだろうと考えているものが増えているようだったと聞く。ここ数ヶ月の間では中村課長の影響もあり、年功序列という考え方が蔓延していたらしい。そんな社員たちのモチベーションを上げるためのカンフル剤として投入されたのが俺なのだ。比較的若くて外部から来たものが上に立つ必要があると考えた社長。そんな時に高校生の頃から知っていて、仕事も人格も信用できるからと、ありがたい言葉とともに
中止の頃から俺を何度もうちの会社にと口説いてくれていたのだ。これでわかりましたか？僕の方が上司だってことを。そんな、まさか。まあ、信じられないのも無理ありません。いきなりやってきた男が急に年下上司になるなんて予想しろと言われても困りますからね。中村課長は俺の名刺を持ちながら話を聞いてガクガクと震え始めた。自分の言動、行動を思い返しているのだろう。まさか、そんな、まさか。しばらくそれしか言えなくなっていた。少し落ち着いた頃。どうして高校生の頃から翻訳なんてできたんだ？ドイツにいたのはこの3年の間なんだろう？と引きつった声で聞いてきた。ああ、実は僕幼少期から国内外を転々としていて、日本より海外生活の方が長いんですよ。え？驚愕の視線を送ってくる中村課長を含め、聞き耳を立てていたらしい他の社員も驚きの声を上げる。俺は楽しくなってきてしまい、自分の生い立ちを少しずつ語り始めた。僕の父親は外交官で、主に東南アジアを中心に数年単位で転勤を繰り返していました。幼い頃に母親を亡くしてしまったので、父親が仕事の間は現地の人と過ごすしかなくて、ほら、子供って言葉の吸収が早いってよく言うじゃないですか。僕も例に漏れず、現地の言葉をどんどん覚えていったんです。最初はインドネシアだった。現地の幼稚園に通っていた俺は、最初は全然馴染めなくて、毎日泣いてばかりだった。向こうの子供たちが何を言っているのかさっぱりわからなかったし、先生も笑っているけど、何を言われているのかがわからなくて信用できなかった。だけど、父親は仕事で忙しい。家に帰っても出迎えてくれるのは家政婦さんだけだ。もしかしたら幼稚園では外国人だと嫌味を言われているかもしれない。先生の言葉の壁を感じて嫌がっているかもしれない。そう思ったら苦しくて、最初の数ヶ月は本当に辛かった。だけど生活していく中で不思議とわかることも増えていった。挨拶の言葉、人の名前、現地の文字。慣れてくると日本の子供と同じように一緒に遊ぼうと誘ってくれていることに気がついた。文字を教えてくれていることに気がついた。現地での生活やマナーについて教えてくれていることに気がついた。危険な道や危険な生物を教えてくれていることに気がついた。嫌味を言うなんてとんでもない。皆、俺を仲間として迎え入れてくれていたのだ。嬉しくなった俺はいつしか日本語よりもインドネシア語が堪能になっていた。その変化に父親も家政婦さんも驚いていたけれど、俺は新しい友達ができたことが嬉しくて、もっとコミュニケーションを取りたいと勉強を頑張った。その後また転勤が決まって皆とお別れすることになった時は、ボロボロ泣いてしまったけれど、新しい土地でもまた言葉を覚えて友達の輪を広げていった。その結果、気がつけば父親の赴任先の言語は全て覚えてしまう勢いで、インドネシア語、タガログ語、マレー語、ミャンマー語を操れるようになった。また赴任先ではインターナショナルスクールに通うことも多く、そこで出会った様々な国籍のクラスメートと仲良くなり、英語、フランス語、ドイツ語、中国語までも
堪能になってしまったのだった。多分、もともと勉強することが好きだったのも影響した。寂しさを埋めるために、人と関わることや人と話すことが好きだったのも影響しただろう。気がつけば、俺の母国語はどれだ？と聞きたくなるほどに、たくさんの言語を覚えてしまい、普通に喋っていても、言語が混ざってしまうくらいになってしまった。自分でも、まさかこんなにたくさんの言語を習得するとは思っていなかった俺は、この言語能力を何かに活かしたいと思っていた。そして、日本に帰国した時、アルバイトを探していた俺に声をかけてくれた人が社長だった。どうやら社長の知り合いの中に俺の友達の親がいたらしく、そこから話が広がっていったようだ。翻訳者を探しているという言葉に最初は興味本位ではあったものの、やってみると楽しくてハマっていった。翻訳しているうちに知らない単語に出会ったりして、またそれを調べて習得して、そんな生活が楽しかったのだ。社長も高く評価してくれて、どんどん仕事を任せてもらえるようになった。どんな難しい案件でも楽しんでこなしているうちに、社長から就職はぜひうちでと言われ続けた。生物学の道に進むという選択肢もあったけれど、俺は高校の時からお世話になっていた社長のもとで力を発揮したいという思いが強く、翻訳の道へ進むことに決めたのだった。そんな経緯で僕はこの度ようやく社長に恩返しができると思って、この会社に転職したんです。そうでしたか。はい。まあ、年功序列のいいところも知っているので、僕はいきなり部長だなんて反対したんですよ。でも、社長が譲ってくれなくて。これも会社のためだって言われたら従うしかないじゃないですか。困ったように笑うと、中村課長は大きくため息を吐いて、その場にうずくまる。混乱させてしまって申し訳ないです。でも、ちゃんと部下や周りの話は聞いた方がいいですよ。若いから仕事ができないなんてことないんですから。はい。申し訳ありませんでした。中村課長はその後静かに一人でお酒を飲んでいたのだった。歓迎会が終わり、俺も新しい環境に慣れて数週間が経った頃、以前マレーシアにいた時にお世話になっていた家政婦の娘、ソフィアちゃんが日本に留学すると連絡をもらった。聞くと留学先の大学は都内にあり、会社の近くのようだ。日本の物価は高い。いくら寮での生活で親からの仕送りがあるとはいえ、何かしら働かないと到底足りない状態だった。何かいい働き口はないだろうかと元家政婦さんに聞かれたとき、大学在学中のアルバイト先としてうちの会社の翻訳の仕事を紹介することにした。てりまかし、てりまかしと電話で何度もマレー語でありがとうを伝えてくれるソフィアちゃん一家に嬉しく思いながら、社長とも連絡を取り、いざ仕事を開始。ソフィアちゃんはとても真面目で勤勉で有能だった。もともと日本語の勉強のための留学のため、翻訳は語学の勉強に最適だと思う。留学生同士の交流もあるだろうからと、友達の中で翻訳に携わりたい子が他にいたら紹介してほしいとソフィアちゃんに頼むと、いろんな母国語の留学生が集まってきた。彼らの中には将来日本で就職したいという子もいれば、祖国で学問の発展に生かしていきたいとする子もいる。この中からうちの翻訳会社にそのまま就職してくれる人は
ほんの一握り、いるかいないかくらいだとは思うが、彼らの力を借りることができるのは会社のためになるだろう。それに彼らの生活を支えたり、人生の一助になるかと思うと、それもまた嬉しく思う。人の縁とは素晴らしいものだよな。そんな社長の言葉に、そうですね、僕が社長に拾っていただいたのもその縁ですからね。感謝しないと。と笑い合った。その後、うちの会社では若い社員も増えていき、年功序列制を改めて実力制度に生まれ変わっていった。と言っても、年功序列に慣れていた社員は最初戸惑っていたし、それに伴っての人事異動も発表された。不満の声も多少上がったけれど、おおむね皆実力主義には賛成のようだ。中村課長は年下社員への扱いがひどかったこともあり、一旦役職を返上し平社員に戻ることになった。しかし年功序列の考え方が抜けず、40過ぎての平社員という扱いで年下上司に使われる生活に耐えられなくなってしまったらしく、その後退職。他にも実力制度ではやっていけないと考えた社員の中には退職していった者もいた。しかしそれは自分に実力がないと認めているも同じようなもの。結果としてやる気のある社員が会社に残ることになり、自然と社内の空気も明るくなっていった。俺はといえば、これまでこの会社では受注することが難しかったインドネシア語やタガログ語、マレー語やミャンマー語といった日本ではマイナーな言語の案件もどんどん受けて、業績を大きく伸ばしている。他の言語の翻訳に関しても、最後に俺がチェックすることで、皆も気が引き締まり、さらに品質が上がるようになった。そんなある日、俺は社長に飲みに誘われて、仕事終わりに社長が懇意にしている焼き鳥屋へ向かう。君が最初ドイツに行くと言った時、どうしようかと思ったけど、諦めずに口説き落としてよかったよ。はい、僕もそう思います。社長に恩を返したいと思って入社を決めましたが、今ではこの会社にして本当に良かったと思っています。正直、実は生物学の研究にもまだ少し未練が残ってたんですけど、なんか吹っ切れた気がします。そうか。君さえ良ければ、そのうちまとまった休暇をあげるから、その時にドイツの研究所に出向いてやりたい研究をしてきてもいいぞ。え、いいんですか？ああ。修士課程まで進んだんだ。本当に好きなんだろうというのは分かっていたよ。3年じゃまだまだ研究としては序盤もいいところだろう。細切れにはなってしまうかもしれないが、ドイツでも日本の大学でも好きなところで研究したらいい。社長。ただし必ずうちの会社に戻ってくることが条件だけどな。お酒を飲みながら笑う社長の温かさに、俺は涙が出そうなくらいに嬉しかった。それくらい君には感謝してるんだ。本当にありがとう。社長、こちらこそ本当にありがとうございます。僕の人生をかけて社長に恩返しをしていきたいと思っております。おう。やった頃はあんな若造だったのに言うようになったね。ありがとう。楽しみにしてるよ。社長にはいくらお礼を言っても足りないくらいだ。そういえば中村課長はその後どうしていらっしゃるんでしょう。ああ、聞いた話だと同業他社に
転職を試みてるらしいけど、全然決まらないらしい。そうなんですか？どうやら、実力や実績がいまいちだっていう話だ。ん？そもそも、なんでそんな奴がうちに転職できたんだ？採用したのは誰だ？ああ、確か、採用した方も実力制度に反対で退職なさったと聞きました。そうか。ダメだな。私ももっと、会社のことばかりでなく、社員に目を向けないと。社員のことも知らないようじゃ、経営者として、まだまだ未熟だな。どうやら中村課長は、転職活動がうまくいかないからと、最近では他業種も視野に入れているらしい。横暴なところもある人だったけれど、うまくいってほしいものだ。年齢を重ねることの重みはあるとはいえ、仕事上では実力や実績がものを言うことの方が断然多いだろう。年上の部下も納得してくれるような実力を持ち、かつ年下の部下に追い抜かれるようなことのないように日々研鑽を積んでいかなければいけない。そうしないと今の社会では生き残ることは難しい。社長の期待を裏切らないよう、これからも精進していきたい。焼き鳥を頬張りながら、改めてそう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あんたがいるだけで私たちの資金が貧乏臭くなるんだけど。成功し大出世した友人の結婚式に呼ばれた中卒の俺、こんなに高級でかしこまった式に参加するのは初めてで少し緊張していた。そんな俺に対して友人の花嫁が罵詈雑言を放つ。低学歴のゴミは夫と縁切ってね。いいの？縁を切れと言ったのはあなただ。何がどうなっても俺は知らないからな。人を学歴や肩書きなんかで表面的にしか判断できない彼女には、中卒の俺が一体何者なのか知る由もなかったのだろう。俺は小林雄一。別に名乗るほどでもないしがないピアニストだ。いろいろな人と触れ合うのが好きで、世界中を飛び回っている。その傍ら、ジャズバーやレストランにお邪魔して、得意のピアノを演奏させてもらっている。時には、ストリートピアノを弾くこともあった。そうやって小銭を稼ぎ、日々暮らしていた。自分でこんなことを言うのは、あまり気が進まないのだが、俺は比較的裕福な家庭で育った。今ではなりわいとなっているピアノは、その影響で3歳から習わされていたものだ。大人に混じって参加したコンクールでは頻繁に賞をもらっていて、天才だの神童だのと言われていた。今思えば恥ずかしいばかりである。だがそんな生活は俺が小学校の時に崩壊した。父の授業が失敗して没落し、田舎の小さなアパートで暮らすことになったのだ。集合住宅であるため、家でピアノを弾くことは気持ち的にも、ルール的にも許されなかった。しかし、どうしても諦められなかった俺は、放課後になると学校の音楽室に足しげく通い、そこで練習に打ち込んだ。ある日、俺が一曲弾き終えると、不意に拍手が聞こえた。音のする方を見ると、そこには男子児童が一人。感動したのか、今にも泣きそうな顔でこちらを見ていた。すんげえ。今のって子犬のワルツだよね。ショパンの。うん、そうだよ。すげえ、すげえ。他には何が弾けんの？これとか？シューマンのトロイメライを弾くと、彼はさらに目を輝かせた。本当にすげえや。いつからピアノやってるの？
3歳の時から。最初は無理やりやらされてたんだけど、そのうち好きになっちゃってさ。家でも弾いてるの？ううん、俺の家アパートだからさ、弾けないんだよね。だからここで毎日やってるんだ。そう言うと彼はへーっとうなった。俺のピアノに対する情熱に感心したようである。俺、内田トーマ、明日も聴きに来ていい？俺は小林雄一。もちろんほぼ毎日弾いてるから、暇があったら遊びに来てよ。俺はトーマと固い握手を交わした。この日から一人演奏会に聴衆が来るようになったのであった。しばらく経つと、俺とトーマはもっと親しくなった。彼の父は財務省の官僚をやっているようで、裕福な家の息子だという。トーマは何か楽器やってないの？まあバイオリンをちょっとね。すごいじゃん。難しそうだよね、バイオリンって。そう、難しいんだ。だから俺あんまり得意じゃなくてさ、母さんになんで弾けないんだって怒られてばっかりなんだ。少し目線を下げてトーマは悲しそうにした。でも、しかし彼の表情は即座に一変、同じ人物とは到底思えないような明るい顔になった。でも俺、雄一のピアノに感動したんだ。クイッと俺に顔を近づけ、ものすごい剣幕で言う。俺のピアノで感動してくれたことは心の底から嬉しいのだが、まさかここまでとは。ねえトーマ、ん？今度さ、一緒に弾こうよ。俺のピアノとトーマのバイオリンでさ。俺がセッションを頼むと、彼の顔はまた少し暗くなった。俺のバイオリンが雄一のピアノに見合うようなレベルになってからね。そっか、じゃあ中学3年間は一緒に練習しようぜ。ああ。妙に言葉をためたトーマ。その時は何も気にしていなかったのだが、俺はたった数日後にその意味を本人の口から知った。え、受験して遠くの中学に？そうなんだよ。だから一緒に練習できそうにない。ごめんな。そっか。でもトーマにも夢があるんだろうし、仕方ないよ。夢か。実はさ、俺の夢はつい最近、あ、いや、なんでもない。何か言いかけたトーマだが、そこで言葉をやめてしまった。本人の気持ちを尊重して、俺はそれ以上質問することをやめた。代わりに右手の小指を出す。約束。どれだけ遅くなっても絶対一緒に弾こうな。おう。トーマも小指を差し出してきた。それらを結び、俺たちは未来のセッションを固く誓った。そうだ、トーマに手紙出すよ。トーマはどうかわからないが、貧乏な俺は携帯電話など持っていないし、家の電話も無駄遣いはできない。だから俺は比較的安価な連絡手段である手紙を出そうと決めた。うん、待ってる。親友とは進路をたがえ、俺は地元の公立中学校に進学した。部活には入らず、放課後はひたすら音楽室でピアノを弾いた。レベルアップして帰ってくるであろうトーマに置いていかれぬよう、この頃の俺は必死になっていた。演奏に対する向上心が燃え盛っていたのだが、そんな俺の内心や外気温とは対極に、中3の夏に起きた出来事は冷めきっていた。父さん。俺と母さんが見守る中、父さんは病院のベッドで診察を受ける。仕事中に倒れたと職場から連絡があり、学校を早退して休校した。呼びかけにはかろうじて反応するが、非常に弱々しい。力が入っているか否かの判断も難しいくらいだ。しばらく入院して様子を見る必要があります。
医者からはそのように言われ、不安は大きくなるばかりであった。その気持ちを紛らわそうと、俺はさらにピアノに熱中するようになった。必死に鍵盤を叩き続けた俺は、練習中だったムソルグスキーのハゲ山の一夜をマスター。内心の不安さと曲のホラーな雰囲気とがマッチし、妙に惹かれた楽曲であった。その日は特に夢中で、ここが学校の音楽室だということも忘れ果てていた。さらには一人演奏会に複数の聴衆が来ていたことにすら気づかなかった。すごい、小林くんピアノ上手なのね。そこにいたのは同じクラスの女子生徒数名だ。パチパチと手を叩く音が音楽室に響く。ずっと一人のつもりであったため、大げさにリズムに乗ったり妙な動きをしたりしていた。それを恥ずかしく思い、俺はありがとうとそっけない返事をしてしまった。我ながらかっこつけているようにしか思えず、羞恥心はさらに大きくなった。顔に出ていないか不安だ。いつもここで弾いてるの？うん、ほとんど毎日。クラスの輪に入れず、普段は地味に暮らしている俺、放課後に演奏するこの時間だけが癒しのひとときだった。すごい、また明日も聞きに来てもいい？あ、その言葉を聞いてトーマと初めて会った時のことを思い出した。思い返してみれば、彼との出会いもピアノがきっかけだったな。白と黒の鍵盤がこんな俺を人と巡り合わせてくれる。もちろんだよ。とてつもなく嬉しくなって、俺は泣きそうになりながら答えた。しかしそこへ、あれ？貧乏人がなんか調子乗ってない？俺の天敵が現れた。クラスメートの中村亜美は俺が貧乏であることを嘲笑う。取り巻きの3人も一緒になって、毎日のようにギャーギャーと騒ぎ立てるのだ。ほんと、なんであんたみたいなのがこの学校にいるのよ。没落した貧乏人がいると場が悪くなるんだけど。ギャーッと野蛮な笑い方をする中村。俺のピアノを楽しんでくれていた彼女らはすっかり萎縮してしまっていた。場を悪くしているのはどっちなんだよ。そう思ったが、あいにく言葉に出すほどの度胸は持ち合わせていない。ごめんなさい。言われたい放題で辛くなり、俺は音楽室を出た。制服の袖で涙を拭い、その場から逃げるように走って帰宅した。その日以降も俺は毎日ピアノを弾き続けた。その度に中村たちが水を差してくるのだが、ピアノだけは譲れない。その一心で何度邪魔をされようと、どんなにボロクソ言われようと、懲りもせずに鍵盤を叩き続けたのだ。しかし俺のピアノは自覚できるほど変わってしまっていた。激しく弾いたせいで息が切れる。全身にじんわりと汗をかいていた。今日もすごかった。うん、ありがとう。聴衆は褒めてくれるのだが、俺はその言葉を素直に受け取れなかった。いつの日からか、俺がピアノを弾く理由は好きだからではなくなった。恐ろしい気配に圧縮された心の、その歪みを解放する手段となっていた。詰まるところ、現実逃避になり下がったのである。これじゃダメだということは理解していた。しかし俺は、この嫌な気持ちを晴らす方法を、それしか知らなかったのだ。またやってるよ。さすがに空気読めなすぎじゃない？俺の気分が落ち込むにつれて、中村の暴言も加速していった。そんな日々が続き、俺はついに不登校になった。ピアノを弾きたい。弾くには学校に行くしかない。しかし学校に行けば罵詈雑言。そんな悪夢のトライアングルに隔離された俺を、さらなる絶望が襲った。あなた！あなた！冷たくなり、
布をかぶせられた父さん。母さんはその右腕にしがみついて泣いていた。父さん。不思議と俺は涙を流さなかった。その代わりなのか、異様なまでに悔しかった。父さんに演奏を聴いてもらったのは幼少の頃が最後だったからだ。コンクールに出ることなく、ただ学校で弾き続けた俺には、父さんにお披露目する機会などなかった。もっと上手くなったんだぞ、あの頃とはレベルが違うんだぞ、そんな言葉ばかり並べたのに、実際に聞かせることはできなかった。それがたまらなく悔しかったのである。父さんがこの世を去った後、残された俺たち親子は母さんの実家に身を寄せることに。中学を卒業してすぐアメリカに立った。母さんの父親、すなわち俺のおじいちゃんはアメリカ人とのハーフで向こうに住んでいるのだ。クォーターである母さんの名前は小林エリーという。おう、おかえり、ユイチ。ただいま、おじいちゃん。ある夜、家に帰るとリビングでおじいちゃんと出くわした。犬を撫でながらテレビを見ていたのだ。今日もあのジャズバーに行っていたのか。そうだよ、アメリカに来て以降、俺は何の教育機関にも通わなかった。近くのバーを巡ってはピアノの演奏を披露していた。もらった投げ銭をその場で使い、なんとか祖父母に依存せずに食いつないでいた。そして時は流れ、自称ピアニスト小林雄一はアラサーに。今はアメリカから戻り、日本に定住している。なんとなく地元が恋しくなって、昔暮らしていたアパートでまた部屋を借りて一人暮らしをしている。定住しているとは言っても、暇さえあれば世界中を飛び回っていた。行った先々でいろいろな人と出会い、価値観を共有しアップデートする。その度に自分が進化していくような感覚を抱くことができて非常に面白い。それなりに自信がある演奏に関しても、世界を見ているとまだまだだなと感じる。ドイツのストリートピアノで演奏した際には、ひょろっと現れたおじさんが軽くシューベルトの魔王を弾き始め、開いた口が塞がらなかった。フランスの酒場でラヴェルの水の戯れを弾いていた時には、10代に見える女の子が連弾を申し込んできた。ずっと一人で弾いてきた俺にとってはいい経験になるだろう、そう思って快諾したのだが、その少女のすごいこと、初対面の俺に合わせるどころか、むしろリードしてくれた。初めての連弾は恐ろしいほど大成功を収め、会場は大盛り上がりだった。そんな風に世界で揉まれ続け、ピアニストとしてレベルアップしていった。厄介なことも多いが、自分を高みに持っていける自由な生活を俺は気に入っていた。今回はオーストリアに行った。旅を終えて帰国し、空港から重い荷物を持ってなんとかアパートへ帰還した。おお、溜まってるな。郵便受けを見ると、手紙やら何やらが大量に差し込まれている。大家さんに海外旅行に行くと伝えてあるので、余計な心配はいらないだろう。以前伝え忘れたまま海外に行ったことがある。郵便物が溜まりすぎて、何かあったのではと考えた近隣住民が警察に通報してしまい、帰国後無事に大家さんから叱られたのであった。さてと、今回はどんな知らせがあるかな。荷物を部屋に運んでから郵便物に目を通す。大半は光熱費の請求書だったり、近くのスーパーのチラシだったりだ。ん？これは？一つだけやけに豪華絢爛な封筒があった。ウェディングインビテーション、誰か結婚するのか。封筒の裏を見るとローマ字で差出人が書いてある。内田トーマ、アミ、そうか、トーマのやつ結婚するのか。久しぶりに見た親友の名前に
俺は少し興奮した。手紙を出そう。そう話していたのに、中3の夏以降、全然出さなくなってしまっていた。10年以上経っているが、俺のことを忘れないでいてくれたようだ。封筒から招待状を取り出す。二つ折りになっていて、中には出席の可否などを書く欄があった。もちろん、参加させていただきますよ、と。ペンを持ってきて、出席に丸をつけ、オンを二重線で消す。上に、喜んでを追記。ご欠席も二重線で消し、住所や名前、祝福のメッセージを書いた。23時。返送と電話はさすがに明日だな。二つ折りの招待状を閉じると、トーマと彼の奥さんから直筆メッセージが書かれていた。トーマは小学生の頃から達筆で、力強い書き方は健在なようだ。すぐ下には特徴的な左上がりの文字で同じようにメッセージが書いてあった。二つを読んで、ふっと笑い、もう休むことに。時差ボケが少しきつかったが、疲労はそれに容易に打ち勝ったのであった。結婚式当日、指定された場所に到着すると、そこは超がつくほど有名な高級ホテルだった。こんなにも高級でかしこまった式に参加するのは初めてで、俺は少しばかり緊張していた。よう、久しぶりだな、ゆういち。自分が座るべき場所を探してうろうろしていると、背後から声がかかった。おお、トーマ、結婚おめでとう。ありがとう、来てくれて嬉しいよ。かれこれ15年は顔を合わせていない俺たち。小難しい言葉は並べずに、その再会を固い握手で祝福した。彼の横には花嫁が立っていて、何やら驚いたように俺を見ていた。銀行の頭取になったんだって？ああ、おかげさまでな。すごいじゃないか。ありがとう。そっちは？しばらくアメリカにいたんだろ？ああ、地元の中学を出てすぐにな。それからは特に進学もせず気ままにやってるよ。そっか。互いのことについて話していると、少し離れた場所からトーマを呼ぶ声がした。おっと、悪い。トーマはそちらを見て、右手でじゃあとのジェスチャーをした。誰だかは知らないが、彼は別の知り合いに挨拶をするため小走りで向かった。しかしどうしてか、花嫁はその場に残り、まだ俺を見ていた。小林雄一って、まさかあの小林雄一？音楽室で毎日ピアノ弾いてた？え？ああ、そうだけど。あんた、中卒なの？特徴的な伸びのある語尾。俺を嘲笑うその言葉選び。そして、招待状にあったアミという名。まさかとは思っていたが、花嫁の中村亜美は中学生の頃、いつも俺をいびってきたあの中村亜美であった。こちらでも10年以上ぶりの再会を果たすとはな。あんたがいるだけで私たちの式が貧乏臭くなるんだけど。そうかい。それはすまないことをしたな。へえ、悪いとは思うんだ。ま、来ちゃったなら今日は仕方ないけどさ。これ以降は、この時の中村の顔は、俺の記憶に残るそれよりも、幾分か邪悪さが増して見えた。低学歴のゴミは、夫と縁切ってね。あの頃より、大人になったとはいえ、トーマとの絶縁を申し込む言葉に、さすがに腹が立った。先ほどのように穏やかではいられず、俺は少し言い返してやった。トーマとは小学生の頃からの親友なんだけど、あなたにその縁を切る権利があるのかい？あるでしょ、妻なんだから。一体全体どういう理屈なのか理解に苦しむと、ちょうどそこへトーマが戻ってきてくれた。悪いな、トーマ。
銀行に預けてる預金全部下ろすわ。あの口座も解約する。え、なんでだよ。何かの冗談だよな。驚愕するトーマの横で花嫁は口をパクパクさせていた。混乱から俺が何を言っているのかわからなかったのだろう。いや、嫁さんに中卒貧乏は旦那と縁を切れって言われちゃったからさ。は？アミ、どういうことだよ。だってトーマに問われ気が動転したようだ。没落した貧乏人がいると場が悪くなるじゃない。あなたの仕事にだって悪影響でしょ。人目もはばからずヒステリックに叫び続ける彼女。ねえ、どうしてこんな貧乏人を式に呼んだのよ。アミ、言葉が過ぎるぞ。雄一に謝りなさい。いやよ、私は間違ってないもの。すまない、式の邪魔をしたようだね。俺は二人に背を向け会場の出口へと向かった。雄一、待ってくれ。雄一、数メートル歩いた俺の腕を掴んで止めたトーマ。話をさせてくれと彼は必死に懇願する。トーマに怒りを感じているわけでもない。俺は彼の背を追って戻ることに。すまない、ユイチ。頭を上げてくれトーマ。こっちこそすまない、感情的になりすぎた。その間も花嫁は腕を組んでそっぽを向いている。アミ、俺の話を聞いてくれ。俺とユイチの出会いのことだ。トーマがそう言うと彼女は視線だけ向けた。俺がまだ小学生の頃の話だ。15年も前の話をついこの前のことであるかのようにスラスラと話し始めた。親は財務省の官僚ですごく厳しかった。勉強もそうだったが、あれするなこれするなって制限が多かったんだ。おかげでクラスのみんなと共通の話題がなくてな、なかなか馴染めなかった。その逆にバイオリンは半ば強制的にやらされていたらしい。俺のピアノと同じで小学校に入るより前から弾かされていたという。そんな日々が嫌で嫌で仕方がなかった。家に帰ればまた厳しく監視される中で勉強や演奏しなければならない。それから逃げるように俺は放課後無駄に学校内をうろうろするようになった。それはちょうど俺やトーマが小学6年生の頃だという。父さんの授業が失敗し家でピアノができなくなった時期でもある。花嫁はいつの間にか腕組みを解きトーマの話に耳を傾けていた。そんなある日のことだった。音楽室の前を通った時、中から子犬のワルツが聞こえたのは。それを聞いたトーマは誰が弾いているのかすごく気になったという。小学生はおろか音楽の先生のレベルですらはるかに超えた演奏に聞こえたのだと彼は語った。音楽室に入ると弾いていたのは小学生だった。度肝も抜かれたよ。確かに子供でも演奏しやすい曲なんだが、ただうまいだけじゃなかった。心にガツンってきたんだ。演奏者がピアノを心の底から楽しんでいるんだってことがストレートに伝わってきたんだよ。花嫁の目が少し赤くなっていた。それが雄一、お前と出会った日だ。お前の演奏は折れかけていた俺の心をきれいに直してくれた。トーマは俺の演奏を両親から重圧を受ける日々の数少ない癒し要素として捉えてくれていたようだ。だからその日以降も毎日音楽室へ足を運んだのだという。雄一があんまり楽しそうに演奏するもんだからバイオリンを弾くのが楽しくなってきてな。あんなに嫌だった日々が一変したんだ。だから彼は中学受験にも前向きになり見事に合格をつかみ取った。進学を機にトーマと離れたのは
少し寂しかったが、俺の演奏がトーマの礎になったのだと知ると誇らしくなった。同時に嬉しくもある。うまいと褒められることはあったが、誰かを救ったことまではなかった気がするからだ。トーマの話を聞いた花嫁中村はその目から涙を流していた。完全に見下していた中卒貧乏人が今の夫を作り上げた基礎だったのだ。それが悔しかったのか、はたまたシャイなのか、俺にはわからない。アミ、君も言っていただろ、中学生の頃苦しかった時に聞こえてきたピアノで心が癒されたって。え？俺はその話に驚いて目を見開きながら中村を見た。見ないで。彼女は顔を赤らめ恥ずかしそうにしている。その似た経験を共有できたからこそ俺たちは仲良くなったんじゃないか。世界を飛び回り、俺は各地でいろいろな偶然を見てきた。しかしここまで奇跡的な巡り合わせはなかなか珍しい。まさか知らない間にキューピッドになっていたとはな。ユイチ？罰が悪そうにしていた俺にトーマが疑問を抱いた。そうか、彼はまだ知らないのか。実はな、トーマ。なんだ？俺も会場に来て驚いたんだが、お前の奥さん、俺の中学の同級生なんだ。え？トーマが驚くのも無理はない。驚愕の事実に俺たち三人はただ笑うことしかできなかった。ひとしきり笑い終えた後、中村が俺に頭を下げた。式のためにセットしたであろう髪が地面に向かって垂れる。ごめんなさい、私何も知らずにひどいこと言っちゃったよね。あ、ちょっとアミ。トーマは彼女に感心しているが、俺にとっては緊急事態だ。結婚式場でメインヒロインである花嫁に頭を下げさせたゲストがいるらしいと妙な噂になったら大変だ。それだけじゃない。中学の時のことも謝らせて。小林が学校に来なくなって私後悔したの。卒業した後どうしても謝りたくて家に行ったんだけど、もう引っ越した後で。わかった、とりあえず頭を上げてくれ。再び俺の方に向いた中村、涙で化粧が崩れてしまっていた。一足先にお色直しが必要そうである。言い訳になっちゃうけど、私の家すごい厳しくてさ。話を聞くと、どうやら彼女の家もかなり厳格だったようだ。それでストレスがたまり俺に強く当たっていたのだという。さっきの暴言も学歴しか頭にない両親から刷り込まれた価値観のためであるという。実際彼女は立派な大学を出て一流企業に勤めているそうだ。だから本当にごめんなさい。また俺に頭を下げる中村。もう昔のことはいいからさ、俺の親友をトーマを幸せにしてやってよ。二人から謝罪を受け、俺は何に腹を立てたのかも一瞬忘れるほど毒気が抜かれてしまった。そこへ式のプランナーがやってきた。もう時間だという。今度は俺が中村に謝り化粧を直してくるように促した。それとトーマ、例の件任せてくれ。あ、頼むよ。親友に向けて親指を立て、俺は席に着いた。結婚式は順調に進み、真のお色直しも終わって余興の時間となった。親族一同が立派な日本舞踊を披露した。それが終われば今度は俺が例の剣を遂行する番だ。薄暗い裏方に案内され、進んだ先には一台のピアノが置いてあった。では次の余興に参ります。新郎トーマ様の親友にして天才ピアニスト
小林雄一様の演奏でございます。大げさな紹介が終わると俺にスポットライトが当たった。曲はリストの愛の夢。いつか誰かの結婚式で弾こうと思っていた曲だ。初披露がまさか大親友であるトーマの結婚式になるとは思わなかった。コンクールやジャズバー、ストリートでの演奏とは一味も二味も違う緊張感があった。体感的には一瞬で一曲目が終わった。10秒ほどの間を置いて俺はまた鍵盤に手を置いた。それと同時にトーマが席を立つ。プランナーと俺たち2人しか知らない計画だ。一同が何事だと目を見張る中、新郎は机の下に隠してあったバイオリンを構えた。アイコンタクトでタイミングを合わせ、2曲目エルガーの愛の挨拶を弾き始めた。指を動かしながら俺の脳裏にはこれまでの旅がフラッシュバックしていた。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア、挙げればキリがないほどの記憶たちだ。ひょろっと現れたおじさん、見知らぬ少女、多くの人と二重奏をしてきた俺でも今日は心の底から震えた。トーマとの二重奏は記憶の中のどれよりも素晴らしい。音は寸分たがわずピタリと合い、互いの抑揚を生かす。バイオリンの音からは演奏を楽しんでいるのがひしひしと伝わってきた。弾きながら目頭が熱くなる。花嫁含む聴衆は皆涙していた。ああ、なんて完璧な演奏だろう。15年来の口約束。ピアニスト小林雄一とバイオリニスト内田トーマの二重奏が今ここに実現したのである。最後の一音とその余韻が消えると会場内には拍手が響いた。やがてそれが収まり、トーマがマイクを手に取った。私と雄一くんは小学校からの親友です。当時から二人とも楽器をやっていました。しかし私は天才ピアニスト小林雄一に見合う演奏者ではなかった。二重奏を頼まれたこともありましたが、私では釣り合わないと思い、今の今まで保留してきたのです。当時のトーマはバイオリンを楽しんでいなかった。対して俺はピアノをずっと好きで弾いていた。そこにギャップを感じていたのだろう。その二重奏が今日この場で達成できたこと、とても嬉しく思います。会場は再び拍手喝采に包まれた。本当はここで話は終わりだったのですが、彼、小林雄一の紹介をさせてください。勢いに任せ予定になかった話を始めるトーマ。彼は小林雄一、私の大親友でございます。先ほども言いましたが、彼は天才ピアニストです。 YouTube では演奏の様子を投稿しており、登録者100万人を超える大物なのです。皆様、この機会にぜひ彼の YouTube をご覧ください。トーマから説明があったように、俺の YouTube チャンネルはありがたいことに多くの方が見てくれている。単発の演奏動画や海外での演奏の様子も上げている。さらに補足すると、最近は作曲も手掛けており、数多くの依頼をいただいている。中には世界中で大流行したものもある。大変に下世話な話だが、トーマの銀行で作った口座には約80億もの預金がある。かといって贅沢な暮らしをするわけでもなく、悠々自適に生活している。これからもいろいろな国を飛んで回る予定だ。彼に大きな拍手をお願いします。
トーマが促したことで、会場の拍手と視線がすべて俺に向いた。飛んで喜んだりはせず、俺はただピアニストらしく優雅に一礼したのであった。中学3年生の夏前くらいから、俺の机や下駄箱に匿名の手紙が投函され始めた。内容は至ってシンプルで、ヤンキーたちが俺を狙っているから気をつけろ、カツアゲやさらにひどい行為に警戒しろ、特徴的な左上がりの文字で書かれた誰かさんからの密告書であった。中村亜美が音楽室に来るようになったのはちょうどその頃からだ。当時から不思議に思っていたことがある。毎日のように俺をいびっていた彼女だが、演奏の途中で割り込んできたことはただの一度もなかった。必ず一曲弾き終わって聴衆たちと共に余韻を楽しみ、終わった後にやってきていたのだ。どうやら彼女は演奏を聴いてくれた上で俺をさっさと帰宅させようとしていたようだ。だとするならば手紙の主も彼女だろうと考えられる。思い返してみれば字の書き方が結婚式の招待状のそれと瓜二つだ。その真偽を確かめようと何度か中村に連絡した。しかし彼女は頑なに知らないふりをした。あまりしつこく聞いてもよくないだろうと考え、そのことは心にしまって密かな感謝にとどめたのであった。結婚式も終わり、次々と解散していく。親たちが挨拶をしている間、暇になった子供たちが俺の元へやってきた。ピアノすごかった。おお、ありがとう。ねえ、あれ弾いてよ。詳しく聞くと、あれというのは某鬼打ちアニメの主題歌のことみたいだ。サビだけだが弾いてやると大喜び。それを皮切りに次々とリクエストが飛んできた。偽装家族のアニメだったり、呪物のアニメだったりの曲も弾くと、もう大騒ぎだ。やがてそれも落ち着き、新郎新婦が俺の元へ。ゆいち、今日は本当にありがとう。こっちこそありがとう。ところでなんだが、口座解約って話は本当か？トーマがそう言うと、中村、いや、内田亜美は申し訳なさそうに俺を見た。いや、まさか、するわけないだろ。感情的になって適当なことを言って悪かった。そうか、よかった。トーマは安心した顔で言った。そうだ、その金のことなんだけどさ。ああ。俺はその80億を使って音楽教室を作りたいと思ってるんだ。教室といっても養成するんじゃない。音楽に関わる機会を作りたい。誰も経済的な理由で諦めないように支援したいんだ。俺が夢を語ると二人は賛同してくれた。どうやら俺の音楽に対する考えに共感してくれたようで、設立や運営まで手伝ってくれるみたいだ。式から数日が経つと、トーマから連絡が来た。この前はありがとう。今日分かったんだが、アミが妊娠しているようなんだ。それであの時情緒不安定だったのかもしれない。どうか許してやってくれ。次の旅行の準備をしながら俺は返信した。おめでとう。大親友が父親とは感慨深いよ。あのことは気にしてないし大丈夫だ。それよりも今日上がる動画はぜひチェックしてほしい。その日の夜、俺のチャンネルには大切な友人たちへというタイトルの動画が上がった。結婚式でも演奏した愛の夢と愛の挨拶のメドレーだ。あの時の感動を色褪せさせないための美貌も兼ねている。本当はトーマとの二重奏をあげようと思ったのだが、俺の中で伝説と化したあの演奏は心にしまっておきたくなった。
人の本質は学歴などの肩書きや表面的な言葉だけでは判断できない。俺は中卒で学歴はないが、それなりに成功した人間だと自負している。内田亜美もそうだ。中学生の頃の俺に対する言動だけを見れば、確かにとんでもない人物だ。しかし匿名の手紙を出したり、俺がヤンキーの被害に遭う前に帰宅させようとしたり、やり方が不器用なだけで、本当は心優しい人物なのだ。俺が大切なことに気づけたのは、世界でたくさんの人と触れ合ったからだった。お世辞にも教育が優れているとは言えない国もある。だからといってその国の人がみんな嫌なやつだということはない。本質はもっと奥底にある。何を信じ何を考えているのか、それこそが大切なんだ。俺は自分の本質をピアノの演奏で表現していこうと思う。いつの日にかそれが誰かの救いになることを祈って。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。やばいって、ボーカルがいなきゃライブは成り立たないよ。娘に連れられてやってきた大学の学園祭。行動でライブをやる予定だった学生が、そう言いながらあたふたしている。彼らの出番まではもう1時間もない。大変なことになっているなぁ、なんて、のんきに彼らの様子を見ていた俺に、娘は、パパの歌、聞きたいなぁ、と無茶ぶりをしてきた。何を言い出すんだと何度も断った。しかし、必死に懇願されて負けてしまい、結局俺はステージに立つことに。それがきっかけで、まさかこんなことになるとはな。俺の名前は大泉雅也。都内某所でひっそりとバーを経営する48歳の男だ。いらっしゃいませ。カランカランと音が鳴ったので入り口を見ると、常連のお客さんが入店しているところであった。50代の男性で、大柄な体で少しこわもてである。会社では部長という立場らしい。いつもの様子から彼が抱えているストレスは相当なものと見える。よーマスターここ座るぜ。彼は千鳥足で進路を進み、カウンター席へ。すでに泥酔している。相当飲んできたね。はい、お冷や。おー、サンキュー。水を一杯出すと、彼はそれをものすごい勢いで飲み干した。真っ赤な顔のまま、ぐわーっとうなり、机に突っ伏す。いつも酔って来店する彼らが、今日はいつにも増して泥酔している。何かあったのかい？ああ、あのじじいがよ。彼があのじじいと呼ぶのは、彼の会社の社長さんだ。彼のストレスは主にその社長のせいで発生するものらしく、これまでに何度も愚痴を聞いている。馬鹿にした故障にも慣れたものだ。あいつはサービス残業を美徳みたいに語る古い人間でな。そんなんだから環境が最悪なんだよ。そうだったね。彼のいる会社はいわゆるブラック企業というやつで、話に聞く限り現実に存在している会社とは思いたくないようなものだ。そんなんだから若い子はどんどん辞めてよそへ行っちまう。今日な、うちの部署で一番できる子から退職届をもらったんだ。ひどい会社では優秀な若者ほど早々に抜けていく。まともな会社はたくさんあるので、そちらに転職していくのだ。まあごく自然なことだろうな。それを言ったらあのじじい、なんて言ったと思う？お前の管理が悪いからだ、だってよ。信じられねえだろ。それはひどいね。
怒りがぶり返してきたのか、彼の語気が強くなっていく。酔いも覚め始めた様子だ。その表情から、腹渡が煮えくり返っているのだろうと容易に想像がついた。本当は俺もやめてやりてんだけど、この年でって考えちまって、家族もいるし、もう耐えるしかないよな。怒ったような彼をしていたかと思えば、今度は泣きそうになっている。彼の抱える悩みは一筋縄ではいかない。非常に難しい問題だ。マスターは退職の経験とかあるか？あるよ。バーの前にやってたことがあるんだ。俺が店を始めたのはもう20年も前のこと。前の仕事でちょっと嫌なことがあって、逃げるようにしてこのバーを開店した。精神的に参ってしまった俺だが、それは時間が解決してくれた。もちろん忘れたわけじゃないが、今の仕事に必死になっている間に少しずつ悲しみから立ち直っていると思う。へえ、なんで辞めたんだ？まあ、いろいろあってね。何か飲む？昔のことはあまり思い出したくないので、俺は話をそらすように注文を聞いた。ああ、ビールを頼む。はいよ。バーをやっていると、いろいろな人と出会うことができる。彼のように悩みを抱えた人もいれば、怖いくらい楽観的な人もいる。こうやって多種多様な人と触れ合うことで、俺の悲しみは少しずつ解消されていっているのかもしれない。そんな俺の日々は、概ね充実している。他人の話を聞くのも面白いし、黙々と酒を用意するのにも楽しさを感じる。はい、お待たせしました。ありがとう、マスター。それなのに、俺はどこか物足りなさを感じていた。心の奥底に穴が開いているかのような不思議な感覚である。ある夜、店を開けてしばらく経った頃、注文が入った酒と料理の用意をしていると、カランカランと入店音が聞こえた。いらっしゃいませ。見ると、入ってきたのは男性二人組であった。片方は俺と同い年ぐらいの男。真っ赤な顔で周辺の人に話しかけているが、ろれつが回っておらず、何を言っているのかわからない。もう一人はかなり若い。大学生くらいだろうか。ギターケースを背負っており、一緒に来た男に手を引かれている。困ったような顔をしていて、なんだかかわいそうに見えた。おい、マスター、酒くれ、酒。カウンターに座り、男は俺にそう言った。目が座っている。注文も抽象的すぎてわけがわからない。典型的な厄介な酔っ払いである。もう帰らせてください。その横にいる若者は帰りたそうにしている。見知らぬおじさんに絡まれているのではないだろうかと心配になり、俺は男に直接聞いてみることに。お客さん、そちらの方は困っているようですが、どのようなご関係で？あ？息子だよ、息子。なあ！そう答えながら、男は若者の肩をバシバシと叩く。若者は自分よりもギターケースの心配をしていて、男の行為からかばっている。男の言葉が正しいか確かめるため、若者の目を見た。俺の意図を察したのか、彼は首を横に振る。やはり絡まれているのだな。んなことはいいから、早く酒出してくれよ。あなたには出せません。彼を解放してお引き取りください。あ？こっちはお客様だぞ。酔って真っ赤だった顔が怒りによってさらに赤みを増す。大声で怒鳴るものだから店中のお客さんたちから視線が集まった。当方にもお客様を選ぶ権利があります。これ以上騒いだり彼を拘束したりするなら警察を呼びますよ。少し強めに言うと酔っ払いはう
と顔をしかめた。少しは冷静になったのだろうか。周りの視線に気がついた様子だ。今度は恥ずかしさで顔を赤くしてブツブツと文句を言いながら店を出て行った。やれやれ、困った親父だ。大丈夫だったかい？はい、ありがとうございます。若者はまだ怯えている。話を聞くと、大学から帰る途中の駅で捕まり、何件も連れ回されたらしい。はい、これでも飲んで落ち着きな。お代はいらないから。一杯のココアを出してやると、彼は驚いて目を見開いた。え、そんな、悪いですよ。両方の手のひらをこちらに向けながら、彼は申し訳なさそうに言う。え、いいからいいから。大変だっただろう。せめてもの気持ちさ。すいません。ありがとうございます。彼はしきりに礼を言い、出したココアを飲んだ。バーをやっていると、いろいろな人と会うと言ったが、みんながみんないい人というわけじゃない。稀にだが、さっきの男のような厄介者もいる。じゃあ、気をつけてね。すいません。飲み物をいただいてタクシーまで。なーに、気にすることはないよ。もし待ち伏せされて、また絡まれたら大変だ。直接家まで帰れるよう、店にタクシーを呼び、交通費も渡した。これなら、多分大丈夫だろう。彼の無事を祈りながら、車が走り去るのをしばらく見送り、俺はまたバーの仕事に戻るのだった。それから1ヶ月と少し経った頃、バーの定休日なので家でのんびりしていると、何やら嬉しそうな様子の娘、彩香が駆け寄ってきた。ねえパパ、これ一緒に行かない？彩香がこれと言って持ってきたのは、とある大学の学園祭の案内チラシだった。この大学では学生による音楽活動が盛んで、ここ出身のアーティストも多いらしい。ほら、志望校は見に行った方が絶対いいじゃん。彩香は高校3年生であり、大学受験を控えている。高校で軽音部に入った娘は、引き続き音楽をやりたいということで、この大学を第一志望としていた。それだけならいいのだが、同じ軽音部にいた憧れの先輩とやらもここに進学したようなので、父親としてはそっちの方が気がかりだ。とか言って、どうせこのライブが見たいんだろう。チラシの裏に大きくライブの案内が載っている。音楽が盛んなだけあって、学園祭の実行委員もかなり推しているようだ。時間とバンド名、簡単な紹介が書かれている。演奏する曲は行ってみてのお楽しみらしい。あ、バレた？いいじゃん、行こうよ。日程的にはバーの定休日と被っているので問題ない。休みたいといえば休みたいのだが、まあ娘が行くかもしれない大学だ。一度見ておくのも悪くないな。なんて思うのは親バカというやつだろうか。わかったわかった。じゃあ行こう。やった！思い返してみれば、彩香が大きくなってからは一緒に出かけることなんてめったになかった。仕方のないことだとは理解しているが、少し寂しいような気もする。ぴょんぴょん跳ねながら自室へと戻っていく娘の姿を見ていると、なんだか俺まで楽しみになってきた。学園祭の当日、車を止められる場所はなさそうだったので、俺と彩香は電車とバスを使って目的地へ。バスを降りた時点でそうだったのだが、人が異様に多い。みんな同じ方向に歩き、結局大学まで一緒だった。それほどまでに多くの人が学園祭を見に来ているのだ。うわ、すごい人。時間かかりそう。出入りは自由なのだが、ライブを見物する人は列に並んで券を受け取る必要があるようだ。その列は凄まじいことになっており、見るだけでめまいがしそうだ。
カメラまで来るのか？すごいな。並びながら周辺を見ていると、大きなカメラを構える人を発見。個人で持つようなレベルのものではなく、テレビ局だと思われる。プロアーティストの卵がいっぱいいるから、取材に来るんだって。ほら、あの人たちも、それ目当てなんじゃない？彩香が指さした方には、スーツを着た人がいる。なるほど、スカウトマンか。学生が主体の学園祭ライブで、これだけ多くの人が動くとは、正直言って驚きだ。小一時間並んで、やっと券を受け取れた。すでに疲れてしまったが、本番はこれからだ。案内に従って会場である講堂を目指す。おお、でかいな。講堂の中はかなり広い。プロを呼んでライブをやっても違和感はないだろうと思わせるほどである。そんな広い会場が超満員になるのだから相当な規模だと言える。始まるよ、パパ。みたいだな。客席側の照明が暗くなり、ステージは逆に明るくなる。バンド名だけを名乗り、すぐに演奏が始まった。入り口でもらったプログラムを見ると、一バンドあたりの持ち時間はかなりキツキツに設定してあるようだ。おお、本格的だな。これもプログラムに書いてあったのだが、学園祭で演奏できるバンドはほんの一握りらしい。事前にトーナメントが行われており、それで勝ち残ることができたバンドだけがこのステージに立てるのだそうだ。もはや学園祭の一言で片付けていいのか迷うほど気合が入っている。みんなすごいね。私がやってるのなんかお遊戯に感じてきた。お遊戯なんてことはないがな。けど学生でこのレベルは確かにすごいな。音が整っていて聞きやすい。それにボーカルもいい。身内のカラオケうまいやつなんて息ではない。これなら取材やスカウトが来ていても何ら不思議はないな。あれ？ない。演奏に見入る俺の隣で彩香が何やら慌てている。ポケットやカバンの中を手探りしている。彩香、どうしたんだ？パパ、大変。どこかで携帯落としちゃったみたい。おいおい、仕方ない。一旦抜けよう。ライブ中だが仕方なく行動を出る。その通路にも人がごった返していて、前に進むだけでも一苦労だ。これちゃんと戻ってこられるんだろうな。ライブ会場の入り口から大学の正門を目指して進む。携帯が落ちているのだとすれば通ってきた順路にあるはずだ。落とし物センターは受付にあるようなので、どちらにせよそこまでは行かなければならない。やばい、始まっちゃうよ。彩香曰く、今日のラストを飾るバンドだけはどうしても見たいらしい。それまでに戻る必要があるわけだが、携帯は一向に見つからない。誰かが拾って届けてくれたんじゃないのか？そうかも、行ってみようか。と、受付へ向かおうとした時のことだった。背後の方がなんだか騒がしい。振り向くと数人の学生が慌ただしく駆け回っている。そのうちの一人、ギターケースを持った学生が電話に耳を当てている。しばらく学園祭に来られないってどういうこと？俺たちの出番までもう1時間もないんだよ。話から察するに、今日ライブをやる予定の学生たちだろう。メンバーが突如来られなくなり、大慌てといった様子だ。ごめんって言ったって、そりゃ仕方ないけどさ。あ、ちょっと、切られた。あいつ来ないの？うん、事故にあって病院にいるんだって。あんまり長電話はできないって切られた。俺はその様子を大変だなぁとのんきに眺めている。ふとギターケースを持った学生に見覚えがあるような気がした。ライブ用に髪をセットしたりメイクしたりしているので、
雰囲気や声色でしか感じられない。だが、やはりどこかで、気のせいかな？あれ？先輩！ふと、背後から声がした。今度は、聞き慣れた彩香の声である。俺の横を通り過ぎて、学生たちの方へ駆け寄る彩香。だが、バンドの危機に瀕した彼らは、一度の呼びかけでは気づかなかったようだ。先輩！真田先輩！ん？あ、大泉さん！来てたんだ！はい、真田先輩が出るって聞いて、見に来ちゃいました。ああ、彼がお目当ての先輩か。チャラチャラした変な輩でなくてよかった。なんて、俺はまたのんきに構えていた。真田先輩、今日のライブ楽しみにしてますね。ありがとう。けど、ちょっとやばくてさ、ライブできないかもしれない。何かあったんですか？ショックを受ける彩香に、真田くんとやらは事態の説明をした。楽しみにしてくれていたのにごめんと、彼はしきりに謝っている。その申し訳なさそうな様子を見て、ふと記憶が蘇ってきた。間違いない、あの子だ。酔っ払いに絡まれて俺のバーに来たあの大学生だ。かといって何と声をかければいいかわからず、俺は娘の方へ。彩香、携帯はあったのか？うん、落とし物センターに届いてた。あれ、あなたはあのバーの？わざとらしく会話に乱入した甲斐あって、真田くんも俺に気づいてくれたようだ。なんでこんなところにいるんだと不思議そうな目をしている。まあ、無理もないか。ん？パパ？真田先輩と知り合いなの？知り合いってほどじゃないがな。一度店で会ったんだ。あの時はどうもありがとうございました。意外なつながりに驚く俺たちだったが、他のバンドメンバーからすればそんなことを言っている場合じゃない。一人の学生が慌てた様子で真田くんに声をかける。やばいって、ボーカルがいなきゃライブは成り立たないよ。そうだよな。今さらどうしようもないし。実行委員会に説明して中止してもらうしか。諦めムードの彼らを見て、娘は顎に手を当てて何やら考え込んでいる。どれだけ楽しみにしていたのかは計り知れないが、こうなってしまっては、もう打つ手はない。また別の機会に見せてもらうほかないだろう。そういうわけだから、俺たちは委員のところに行くよ。本当にごめん。そんな。残念だったな。仕方ない。ライブの続きを。行動に戻ってライブを見よう。そう提案しようとした時のことだった。待って先輩！彩香が大きな声で彼らを呼び止めた。どうしたの？ボーカルの人が来られないんですよね。だったら、パパが代わりをやります。え？お父さんが？彩香が突然言い出したことに驚き、真田くんは一瞬思考が止まったように見えた。かく言う俺も、え？俺が？なんて彼とほぼ同じ衝撃を受けて固まったのだが。そうです。パパなら、こら、勝手なことを言うな、彩香。え、だってパパは。こちらに振り向いて娘は必死に懇願してくる。そんな目をしたって俺はもう。悪いけどね。話を聞いていたメンバーの一人が前に出て彩香に声をかける。急遽参加した一般人で代役が務まるような簡単なライブじゃないんだ。少し鼻につく言い方だが、彼の意見は正しい。真田くんたちなりに練習を重ねてきただろうから、そこにいきなり知らないおっさんが入ってしまったら納得のいく演奏なんかできやしないだろう。一般人じゃないです、パパは。しかし彩香はその学生に言い返す。おい彩香、パパは元伝説のボーカリストなんですから。発表を止めようとしたがダメだった。俺は元バンドマン。嫌なことがあって音楽から手を引き、バーを開いた。
家族なんかの限られた人たちにしか言っていなかったことだが、今ここで真田くんたちに知られてしまった。別に知られること自体は構わないのだが、この状況では勘弁してほしかったな。だから大丈夫です。パパなら朝飯前ですから。あやか、勝手に話しよう。パパの歌聞きたいな。あやかのものも含め俺に視線が集まった。真田くんは一歩俺の方へ歩み寄った。ボーカリストをやられていたのですか？まあね、もう何十年も前のことだけど、ずうずうしいお願いであることは分かっています。どうか、どうか助けていただけないでしょうか。僕らはこのライブのために全身全霊を捧げてきました。どんな形であれ、何もできずに終わるなんて嫌なんです。お願いします、お願いします。そう言いながら他のメンバーも真田くんに習って頭を下げ始めた。ちょっとちょっと、頭を上げてよ。50歳くらいの親父が若い学生に頭を下げさせている。傍から見ればなんとおぞましい光景である。途端に恥ずかしくなった俺は、彼らの熱意に負け、ボーカルの代役を引き受けることになった。案内されるがまま楽屋へ行き、加湿器の楽譜を渡された。時間がないので練習はできて数回です。ステージにはスタンドマイクが置いてあるので、最悪歌詞カードをそこに。いや、歌詞カードは必要ないよ。真田くんの話を聞きながら歌詞を読んで驚いた。見覚えのある楽譜だなと思っていたが、やはりそうだ。こいつは昔、俺のバンドが世にリリースした曲である。ありがたいことに大ヒットした、最も深く記憶に残っているグッバイという曲だ。当時のことを辛い記憶として封じ込めていた俺だったが、歌詞も音もすべて鮮明に思い出せる。そう話すと楽屋は騒然とした。じゃあ大泉さんがあのマサヤってことですか？メンバーの一人が目を輝かせながら言った。真田くんらも同様にキラキラした目を俺に向けた。まあね、よく知ってるね。君たちが生まれた頃の話だと思うけど。そりゃ知ってますよ、伝説ですもん。伝説か。バカ者から放たれた大げさな言葉を噛みしめ、俺はマイクに向かった。さあ練習をしよう、もう時間ないぞ。聞き慣れた前奏が始まり、俺にも気合が入る。音は綺麗に揃っていて、プロの演奏と比べても大きくは劣らない。ふと俺の脳裏に当時の光景が蘇ってきた。超満員のライブ会場、音に合わせて拳を振り上げる観客、ステージに立つたびに俺はたまらなく興奮した。それを20年と少しぶりに味わおうとしている。そう思うと長らく隠居していた体にも力が湧いてきた。気がつくとライブは終わっていた。なんだか短い夢を見ているような感覚だった。タオルで汗を拭いながら、メンバーたちはお互いを称賛し合っている。大泉さん、お疲れ様です。本当にありがとうございました。いやいや、俺は大したことしてないよ。真田くんたちの演奏が素晴らしかったからこそさ。と楽屋でライブの余韻に浸っていた俺たち。そこへドアをノックする音が聞こえた。真田くんが駆け足で向かい、ドアを開けるとスーツ姿の男性が立っていた。こんにちは。素晴らしいライブをありがとうございました。はあ、失礼しました。私こういうものです。ボーケル真田くんに男性は名刺を渡した。名刺を受け取った彼はその内容を読んで目を見開く。早川さん、スカウトマン？ええ、
あなた方の演奏を拝見しまして、ぜひお話を聞かせていただきたいと思ったのが一つ。それから、彼は不自然に俺の方を見て微笑む。その時点で彼が何者で、何をしに来たかは察しがついた。きっと俺に特大の嫌味を言いに来たのだろう。いやー、こんなところでお会いできるとはね。伝説のボーカリスト、マサヤさん。しがないバーのマスターに何の用だい？伝説のギタリストさんよ。彼、早川は俺の元バンドメンバーだ。バンドが解散した後、音楽関係の会社に行ったと聞いていた。だが、まさかスカウトマンをやっているとはな。てっきり、もう音楽からは身を引いたと思っていたんだがな。引いていたさ。今日だって娘やみんなに頼まれてなきゃやってなかった。そうかい。その割には楽しそうだったがな。で、何の用だよ。俺と昔話をしに来たわけじゃないんだろう。若者たちが置いてけぼりにされていたので、昔話を広げずに話をそらした。早川の視線は学生たちに移り、真面目な話が始まる。結論から言うと、君たちを我が社でスカウトしたいと思っている。早川がそう告げると、メンバーたちは歓喜の声を上げた。まあ、嬉しいよな。努力が認められ、自分たちの活動が評価されたともなれば当然のことだ。しかし、今日のライブは本来の君たちではないな。彼は、スーツの襟を直しながら一瞬だけ俺の方を見た。一ヶ月後に我が社主催のオーディションがある。そこに本来のメンバーで参加してほしいのだそうだ。勝ち残ることができれば晴れてデビューが決まる大事なイベントだ。彼らにとっては千載一遇のチャンスとなる。今すぐに決めてくれとは言わない。よく考えてそのアドレスにメールしてくれ。では、失礼。最後に、もう一度だけ俺と目を合わせ、早川は楽屋を後にした。なんだか偉そうなスカウトだな。真田くんたちは名刺を睨みながら必死に考え込んでいる。自分たちの将来がかかっているわけだし、まあ、二つ返事はできないよな。オーディションのことはゆっくり考えるといい。じゃあ、俺もここいらで失礼するよ。若きアーティストの卵たちに手を振り、俺も部屋を後にする。エアコンが効いていた楽屋とは違い、外はムワッとしている。あの、大泉さん！彩香に連絡しようと思って携帯を見ていると、背後から真田くんに呼ばれた。彼の顔には必死さがあり、ただ挨拶しに出てきたわけではなさそうだった。僕たち、オーディションを受けようと思います。そうかい、頑張ってくれよ。彼らほどの技術があれば、かなりいい戦いができるだろう。応援の意思を短い言葉に込めて放ち、去ろうとした。しかし、そんな俺を真田くんはもう一度呼び止める。待ってください。どうした？正直、自分たちの演奏はまだまだだと思っています。なので、その、大泉さんに音楽を教えていただきたいんです。突然そう言われ、少しの間何も言えなくなった。しばらく沈黙した後、俺はボソボソと答える。俺はもう音楽から身を引いた。今日は特別だ。そんな俺が偉そうに教えることなんてできやしない。大丈夫。君たちなら十分やれるさ。大泉さん。悲しげな表情の真田くんに背を向け、俺は廊下を進んでいく。申し訳ないことをしたなと思いつつ、これでいいんだと自分に言い聞かせた。そうだ。俺は人に音楽を教えられるような人間じゃない。音楽から逃げ出した。ただの
腰抜けだからな。小学生の頃、俺は音楽に興味がなかった。ただ、父親が大のロック好きで、ちょくちょく音楽イベントやライブに付き合わされていた。え、またライブ？ああ、チケットが当たったんだよ。まさや、一緒に行くぞ。もう飽きたよ。そんなこと言わずに、ほら。興味がないと言っているのに、父はそれでも俺を誘い続ける。あまりにしつこいので、俺は毎回根負けしてついていってしまう。結局、いつもクタクタになるだけ。正直、勘弁してほしい。そう思っていたのだが。どうだ、まさや。すごかっただろう？うん。その日連れて行かれたライブはいつもと何かが違った。ただ音を聞いていただけじゃない。心の中にとても言葉では言い表せないような衝撃が入り込んできたのだ。後から知ったことだが、このライブは後に伝説と呼ばれるようになったらしい。感化された俺は音楽に興味を持った。ただ聞くだけじゃなく演奏も始めた。高校生になると迷わず軽音楽部に入部。そこで出会った友人とバンドを組み、文化祭やライブハウスで密かに活動していた。早川、望月、今日のライブいい感じだったな。ああ、結構お客さんもいたし、かなり目立てたんじゃないか？そうね、大泉くんのボーカルも良かったし、手応え抜群だったわね。大泉、早川、望月の3人で組んだ3ピースバンド、バブルは、地域ではそれなりに知られていた。ライブハウスのノルマは難なくクリアできたし、地元のイベントに招待される機会にも恵まれた。もう音楽が楽しくて仕方なかった。将来は3人で伝説を作ろうと冗談交じりによく語り合ったものだ。3人とも同じ大学に進み、そこでもやはり軽音楽部に入部。相変わらずバブルとしての活動を続け、学園祭では行動ライブの目玉になることもあった。え？僕らがアーティストに？ある日、ライブハウスでのライブを終えて出ると、スーツ姿の男性に声をかけられた。ああ、今日の演奏、本当に素晴らしかったよ。彼は大手のプロデューサー。強く興味を持ってもらえたようで、なんとバブルにデビューの話が来たのだ。無論、俺たちは飛び跳ねて喜んだ。大学を卒業したら、すぐ事務所に入れてくれるという契約を交わし、輝かしい未来を夢見た。ロック好きの父は泣いて喜んだ。大げさだなと笑った俺だが、音楽を教えてくれた父には心から感謝している。デビューしたバブルは、俺が思っていた以上に人気バンドとなった。CD を出せばランキングに乗った。音楽番組に呼ばれ、全国放送の電波に乗ったこともある。学生の頃に想像していた輝きを、当時の俺たちははるかに超えていた。活動の場は国内だけにとどまらず、外国でライブをすることもしばしばあった。このまさやというボーカリストは本当に俺なのだろうか。そう思ってしまうほど現実味を感じられなかった。そんな人気絶頂の中でその悪夢は襲ってきた。望月、なんで？なんでだよ。なあ早川、望月はなんで？バブルのメンバーにして高校時代からの友人である望月が突如としてこの世を去った。自宅で倒れ、そのまま目覚めることなく病院で亡くなったらしい。おい、ちょっとは落ち着け。これが落ち着いていられるかよ。もう二度とあの三人で演奏できないんだぞ。まさや。望月を亡くした俺はそれ以降マイクも楽器も持たなかった。彼女の喪失が俺の心を大きくえぐったのだ。この悲しみを背負ったまま
音楽活動はできない。早川にそう告げ、バブルは望月が最後に作詞作曲したグッバイをラストシングルとして活動を休止した。突然蒸発したので、応援してくれていた人には申し訳ないが、俺の気持ちがついてこなかった。無理して活動を続けても、それは三人揃っていた頃のバブルへの冒涜にあたる。だから、もうやめてしまおう。そう判断したのだった。彩香と言った学園祭から5日。虚無感に襲われたままバーでの仕事をこなしていた。マスター、なんだか暗いね。そうかい。どうしたんだろう、俺。いつも通りにと心がけているのだが、内心が顔に出てしまっているようだ。店を閉めて家に帰ると、彩香が駆け寄ってきた。お帰り、パパ。ああ、ただいま。なんだ、まだ起きてたのか？うん。ねえ、これ見て。そう言って、娘は携帯を差し出してきた。映っているのは、真田くんとのチャットである。どうしても諦めきれないらしく、彩香を経由して、また音楽を教えてほしいと頼んできていた。悪いけど、断っておいてくれ。ねえ、どうして？パパが教えてあげれば、先輩たちは絶対オーディションを突破できるのに。何も言わず、押し付けるように携帯を返した。最後に見た真田くんの顔が脳裏に浮かぶ。それから、学園祭のステージを思い出し、最後にバブルのメンバーを思い出した。パパってば、俺はもうアーティストじゃない。弾けた泡は元には戻らないんだよ。そう冷たく言い放ち、彩香の顔を見ることさえせずに自室へ閉じこもった。娘はそれ以上追いかけてこなかった。バーの定休日に、俺はとある霊園に足を運んだ。鋭い日差しにひるみながら進み、目的の場所へ。望月と掘られた墓石の掃除をし、花と線香を備えて手を合わせた。何やってんだかな、俺は。本当だよ。何やってんだ、マサヤ。独り言のつもりだったので、まさか返事があるとは思わなかった。声がした方を見ると、花を持って立っていたのは早川であった。いろいろと思い出しちまってな。だろうな。目に虚無が映ってる。やれやれ、お見通しか。そう、内心でため息をついた。彼が手を合わせ終わるのを待ち、相談事を持ちかけた。誰かと話さなければ、はち切れてしまいそうだったからだ。学園祭の日、真田くんから音楽を教えてくれって頼まれたんだ。じゃあ、最近は特訓の毎日か？いや、断った。少し溜めて答えると、早川は眉間にシワを寄せた。なんでだよと、暗に問われているのだろう。お前にも言った通り、俺は音楽から身を引いた。望月をなくして、へこんで逃げたのさ。そんな俺に、他人に音楽を教える資格なんかない。そうだろ？線香や花束のゴミを片付けながら、早川に問いかけた。いや、問いというより、お気持ち表明といったところだろうか。まさや、お前、いつまでへこんでるんだよ。へこんではいないさ。バーの仕事が充実して。いいや、へこんでる。俺の言葉を早川は強く遮った。驚きを通り越して恐怖を感じた。心の奥底を見透かされているかのような恐ろしい感覚だ。なあ、早川、お前はどうして忘れられたんだ？どうやって割り切ってまた音楽に携わってんだ？俺は未だに望月のことを引きずり、
音楽に関わることを避けている。なのに、同じ喪失を経験しているはずの彼は音楽関係者だ。俺たちに一体何の差があるというのだろう。そういう意図の質問だ。忘れてなんかいない。だから、こうして手を合わせに来てんだろうが。え？もういない人の気持ちはわかんないけどさ。少なくとも、好きだった音楽をやめてほしいとは思ってないんじゃねえの？早川。俺はずっと、20年以上、喪失にとらわれていた。音楽から離れて、慕ってくれた若者を突き放した。それが、望月が望んだ俺たちの未来だろうか。そろそろ、前を向こうぜ。あの頃みたいにさ。夢見ていた頃の自分が、思い描いた将来だろうか。早川のまっすぐな言葉を聞いて、俺はなんてバカだったのだろうと思った。なんだか、心が軽くなった気がする。そうだな。ありがとう、早川。ぼそっとお礼を言い、一足先に霊園を後にした。車に乗り、時間を見て彩香に電話をかける。大切な頼み事をするためだ。もしもし？どうしたの？彩香、真田くんに伝えておいてほしい。練習のスケジュール調整を頼む、ってな。パパ！俺が指導する気になったのだと気づいた彩香は、まるで自分のことのように嬉しそうだ。これからは忙しい日々が続くだろう。それなのに、どうしてか俺は、猛烈にワクワクしている。弾けた泡は戻らないが、泡は同じ場所から何度でも生まれることができる。そう気づいた俺の内心はまるで、昔見ていた夢の続きを見ているようだった。数週間後、真田くんたちは見事にオーディションを突破した。早川のいる会社と契約し、大学を卒業してから本格的に、アーティストとして活動することが決まったのだ。大泉さん、本当に、本当にありがとうございます。真田くんが俺に頭を下げると、他のメンバーもみんな同じようにした。気まずいのですぐに頭を上げてもらう。全員、すがすがしい顔をしており、希望に満ち溢れていた。いや、これは君らが努力したから勝ち取れた結果だ。みんな、おめでとう。拍手をすると、彼らも一緒に手を叩いた。みんながみんなを祝福している。本人たちよりも俺が泣いてしまいそうだ。ただし、これはゴールじゃない。アーティスト人生のスタートラインに立ったに過ぎないんだ。この先どうなるかはみんな次第だからな。はい！まだ余韻に浸りたい気持ちもあったが、そろそろバーを開ける準備をしなくてはならない。全員とハイタッチをして、俺はその場を後にした。望月、見ていてくれたか？やったぞ！俺は前に進んだぞ！彼女と真田くんらの笑顔を思い浮かべながら、今日も京都でバーの仕事をこなした。それからというもの、俺は早川の提案で新米のバンドマンを育成する仕事に就いた。もちろんバーとの両立は大変だが、どっちも俺の大好きな仕事なので苦痛には感じない。娘の彩川、受験に合格し、真田くんと同じ大学に進学できた。高校の友達もみんな受かったようなので、軽音部で組んでいたバンドも継続するようだ。それとは別に、真田くんとのデュエットもやっているらしい。それはいいのだが、もし彩香が彼を家に連れてこようものなら、と親バカを発動した俺は勝手に震えている。何はともあれ、若者たちが自分の音楽を追求してくれるのは嬉しい限りだ。昔、俺が志半ばで諦めてしまった道、それを彼らなら未来へつなげていってくれるはずだ。俺は
そう、期待している。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。